こんばんは。どうも、キャンパスボーイの清水でーす。さあ、始まりました。キャンパスボーイの徳島でキャンパらないと、本日は12月15日、木曜日ということで、本日木曜日は、キャンパスボーイ清水博文が一人でお届けする清水博文の一人でできるもんということでですね、ただいま、もう、また外ですよ。先週と同じく外から配信してるんですけども、今日はですねこちらから配信しようかと思います。これ見えますかね、くるくる回ってるんですけども、はい、こちらお店の名前が、はい、北谷荘床屋クラブということで、北谷荘床屋クラブからなんと今回はキャンパスボーイ清水博美が、今見えますね、これもうだいぶ伸びたんですよ、髪の毛邪魔なんですよ、ね、足目でこれ邪魔なんですよね、これを、切るという散髪しながら今日は配信したいなと思っております。はい、こちらねイルミネーションが綺麗ね、この外も外観もほらこれで向こうにも北谷荘床屋クラブって書いてますね。でなんせねちょっと声張りたいんですけど今外なんでね、なかなか声張れませんが、今日はですねこちらから配信したいなと思います。にしても寒い寒い、昨日はねなんか獅子座双子座流星群かな、双子座か、流星群新しいですけども、ねもうそれぐらい寒いともう年末になってますんでね、この格好ですからちょっともう中に入りたいなと思います。それでは行きましょう。北とこ、略して北とこ、ね、失礼します。失礼します。あ、こちらいましたね、失礼します。さあこちら本日キャンパスボーイの徳島でキャンパラネントとのゲストでございます。じゃあお名前をどうぞ。北谷荘床屋クラブの細井正弘と申します。はい、お願いします。こちらこそ。はい、こちらで今日はカットしていただくことになります。はい、お願いしますね。大丈夫ですか、緊張してないですか。緊張しています。言葉がハサミが握れません。いえいえ、あかん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 。大事なヘアスタイル、これ結構芸歴に関わるからね、これは芸に関わりますので、はい、お願いします。今日はこちらこそ。はい、ではなんかすごいね、見てくださいこれ、バーカウンターのようなすごい、こっちね普通に見たらこれ美容室ですけども、床屋クラブなんでね、でもまだこれも床屋でもまだ見たことないこのバーカウンターなんですけども、これなんでなんですか。これはそうですね、はい、まあ散髪するだけでなしに、はい、みんなでこうくつろいでもらうという人の集まるところにしたいという、はい、コンセプトで。あ、なるほど。いや確かにこれはくつろげますよ。コーヒーとかじゃあここで飲まれたりとか皆さん、はい、へえ、これなんですか、このすごいピラミッドで。あ、それは粗品、はい、です。あ、粗品、ね、はい、12月の5日でねうち宣伝して悪いんですけど、はい、4周年迎えました。ほう、4周年。はい、おかげさまで。あ、そうなんです。どんどん宣伝してくださいこちら、はい、はい、4周年ですか、はい、はい、はいはい、これで粗品を、あー、はい、ほんまですね、これよく見たら綿棒いっぱい入ってますね。おー、なるほど、これをプレゼントしてるんですか、はい、しているんです。これ皆さんこれまだあるんでね来てくださいよ。こちら北谷荘ありますんでね、北谷荘町1-3-2でございますね、はい、ます、住所の方はこちらありますので、ホームページもね、いろいろブログされてますんでね、はい、そういうのもあったりしますんで、見てください。来たとこで調べてもね、さよなら。いや終わらんよ終わらんよ、まだこれ始まったばっかり、まだ4分これね、本当はね今日ね今ここにもいてるんですけども、本当は息子さんをね出したかったんですけども、年齢が何歳やった、8なんですけど、もう9で9で8なんですけど9で12
12月の末で誕生日です。あ、なるほど。12月の何日？27。元気やね。で、誕生日を迎えた。ほんまもうあと2週間後ぐらいですね。そうです。はあ、こうカンタってね言うんですけど、これは本名は漢字で書くとどうなんですかね。新幹線の漢字、はい、ミキっていう意味ですね。はい、はい、あ、なるほど。僕ね、一応まあ今日初めて来る、まあここの場所には初めてなんですけどね、一応以前から知ってまして、それもあってとこちらの方に今日は来させていただいたんですけどね、すごいね、キャラもハキハキしていいんですよ。これが以前に5時からでもね、そうですね、共演させてもらって、はい、初登場の時はね、キャンパスボーイさんがね、はい、はい、初レギュラーの時に、その時になりますか、はい、10月の最初ですね、なると、そうです、10月の3日です。はい、はい、この時5時からでね、歴史の、なんですかね、天皇の、暗記少年で、ね、はい、はい、出させていただいてね。だから天皇、何代の天皇を番号を言うだけで答えれるっていうね、そうです、特技を持ってるんですけども、はい、ちょっと声だけね、じゃあ、年齢がそうなんですよ、先ほど9歳と言ったんでね、10時以降が出れないということで、ギリ声だけね、ピックアップさせていただきます。ただ、僕もね、何年に誰がいてるのか全くわからないんですけども、うん、何代ですか？じゃあ、ちなみに天皇は今何代までいてんの？125代。では、まあ、僕がサッカーやってた時代の背番号8番8。高原天皇です。お高原天皇、はい、桃太郎のモデルとなった高原天皇の息子です。いやいや、普通に天皇だけでなくその豆知識、補足の量もすごい。で、どう覚えたん、それは。天皇の本で覚えました。本を見て、確かに5時間で、確かにね。こちら今15人も聞いてくれてますんで、今15人見てるよ、全国で。まあ、これね、本当にまだね、日にちがいいときはね、写したいんですけども、あ、一応写真やったらええんかな？写真やったらこれ見てください。こちらにね、行ってるんですけども、なんとここに一緒にいてるのが、こちら、トミーズのケンさん。これとね、皆さん一緒に出てるということで、こう写真、たまたまなんか、そういうテレビのお仕事で、まだ一緒になる時があったらしくてですね、それでね、共演したと。上にも、すごいですよ、騎士団とかね、いろいろ、はい、いてますので、いやー、ちょっと今日はこちらからね、やっていこうかなと思うんですけども、じゃちょっと、すいませんね、時間もあれなので、やっていきましょうかね。はい、ありがとうございます。はい、いやー、前切ったんいつやったかなというぐらい、結構前になりますね。よいしょ、ここぐらいでいきますかねーと。はい。はい。じゃあ、ちょっと、これを、こちらをちょっとね、まず記入で、はい、ね、やっぱ、初めてなので来るのが、ご来店受付カードも作りましょう、これは。じゃあ、ちょっと読んだんでしょう。これ、なんで入部なんですか？いや、一応北、北安床屋クラブなんでね。はい。部ということで。はい、ああ、すごい。強制入部していただいて。いや、強制なん？はい。まあ、強制入りましょう。清水も入りましょう。部。あ、なるほど。そういう部もあって、あるんですね。ああ、ちょっとね、皆さん、この間、黙々とした時間がね、続くと思いますけどもね。それは気にしないでくださいねと。清水弘文と、誕生日が昭和63年4月18日。なんかプレゼント待ってますよ皆さん、4月18日。住所また後ほど書かせていただきます。今パッと出てこなかった。
ケリー・ハリキっていうのは覚えてるんですけどね。あ、これ言うと危ない。危ない危ない。みんな見てるやん。危な。よかった。細かい住所まで言わんとって。ねえ、なんか、チェリーハイツっていうんで、ちょっと恥ずかしいんですよ、チェリーって言われるのにね。ご来店の動機は、チェリーをと呼びましょうか。なんでチェリーを、なんか、しかもジュースみたいな感じになりますんで、チェリーをみたいな、チェリーを。恥ずかしいなぁ。以上、ちゃいますから、聞こえてないかな。チェリーちゃいますから、僕。一応ね、反チェリーって言われてますけど、私チェリーえ子供いてんのに、いやいや嘘。今の髪型に満足してますか。すごい質問ですね。うん、でも、あ、今確かにこの伸びきったのは嫌ですね。いい絵で、いい絵、どちらでもないあなたに、似合いそうな髪型があればチャレンジしてみたいと。これ丸しておきましょう。似合う似合わないはさておき、一度はしてみたいと。はぁ、こんなんもあるんですか。初めてですよ、こういう内容の。やってみたい。似合う似合わない関係なく、ロン毛、ソフトモヒカン。ウルフってどんな髪型ですか。ウルフはね、はい、だいたい裾が長めで。あ、テンちゃんみたいな感じですか、はい、プロレスラーで。それはちょっと違います。ではないんですか。はい。スキンヘッドとか。ちなみに、坊主とスキンヘッドの違いは。いや、もうスキンヘッドはツルツルですよ。はぁ、はい、剃ってしまいます。あ、なるほど。はい、それはもう、はい、床屋でないとできませんね。あ、なるほど。確かに。美容院でもね、できないですね。で、ちょんまげ。はい。もあるんですか。はい。確かにちょんまげちょっと丸しとこう。ちなみに、カミソリは美容室は使えないんですか。使えないと思うんですよ、ね。おぉ、確かに。はい。見たことない。規制緩和してなければ。はい。利用の特権と思います。はい、なるほど。はい。まあね、カラーリングはいいえと。したことないんですか、カラーリング。お店では全くやってこないですね。いつも家でこう、スピーディーカラーの早止めでやってるんですけども。全然ね、染まらないですよね。染まってないですね。やっぱ、実際にお店でせなあかんっていうのはあるんですけども、はい、やったことないんですよ。今日ちょっとあれやったら、これカラーリング、はい、せっかく、ね、こう、いいですか、はい、あ、じゃあちょっとカラーリングを、はい。色合いどうしましょうかね、カラーリング。本体いつも、黒に近いブラウンのやつですけども、はい、ちょっとね、真っ黒もあれかな。茶色に近い黒にしておきましょうか。あ、ほんまですか、ちょっとそれでも、何が違うか分からないですけど、多分茶色よりちょっと明るいんかな。ダークブラウンじゃなくてライトブラウンなのかな。いいえと送ったり、まあこうやってね、いろいろ顔のマッサージとかもあるんですか。いいえ、ありますよ。はあ、すごいですね。顔のマッサージにどのほど興味があるんですかと。気持ちいいならやってみたいと。なるほど。髪の毛のお悩み、あー、これもう決まって、これ白髪ですね。白髪と、なんかわからないですけども、お風呂を出るたびにちょっと抜け毛がひどいという、ちょっとね、これも丸しておきましょうかね。で、セットがちょっと決まらないと、長い時は。はい。僕、硬めなんですよ、髪質が。それでちょっとね、決まりづらいと。悩みを解決する方法とすれば、まあ、とりあえず費用によるってしておきましょうかね。楽しい、お客様と楽しい時間を共有できればと思います。あ、こんな質問まで。まあ、スポーツ好き、映画好き、音楽好き、ゲーム好き、釣り好き、旅行好き、漫画好き、阿波踊り好き、あ、連枚帰りませんよ、飲んで。すごいですね。あ、じゃあ、以上、のんきれいなので、のんきと。かあ、まあ、きれいじゃないですか。ちなみに、北とこさんは私、はずきれん。はずきれんですか。はい、はずきれんでは、踊りの、男踊りで。いや、私はね、なりもん担当でね。あ、なりもん、はい、お囃子ですね。お囃子、はい、もう大学関係で。はぁ、はい、あ、そうなんですね。はい、でも確かに、一応ね、阿波銀の方でも、そうですね、ご一緒させてもらいましたね。阿波踊りの期間の4日目最終日にね、確か一緒になって、カンタもね、その時に初めて
声をかけていただいて、はい、写真を撮ったりねしましたんで、おすすめのテレビ映画などありますと、お笑いとか言ってますかね、はい、キャンパスボーイがおすすめと書いておきましょう。好きな曲 J-POP、 キャンボーイに改名したの、いや、しないよ。あれ相方が、前回相方がサイン間違えてキャンボーイにしたら、その時来られてました。ファミリーマートね、この間来られてましたね。キャンボーイね、あれ。キャンボーイ。キャンボーイ。もう彼だけです。西浦だけ。キャンボーイでお願いします。まあ、こんな感じで、ただ、お願いします。はい、ありがとうございます。こういう入部届があるんですね。はい、じゃあ今が僕ちょっと、まずは切る前なんで仮入部ということで、多分切り出した本、ちゃんと入るんでしょうね。あ、切るだけに仮入部ね。あ、ちょっと、まさかの僕思ってもないところで、一本また取られましたね、あった。うまい、仮入部。ちょっとあれ、あそこちょっと今僕が言うたことにしとってもらっても大丈夫ですかね。いや、いけますよ。いける。あ、アーカイブ残ってた。これ録画残ってます、皆さん。よかったらね、覗いてくださいと。これ今までの YNN で初めてちゃいますか、散髪しながら配信をするっていうのはね、あまり見たことないと思いますけども、キャンボーイって書き込みがありますね。知らないおっさんが出ると思う。いや、いや全然、いろんな方も、あ、いけますか？今月ちょっと僕一人配信はいろいろやってまして、焼肉屋から、英作から配信したりとか、先週も、行ってみたいですね、英作さん。美味しいですよ。安くて美味しいんで、これはいいですよ。いろいろと、今月はね、なんか僕一人配信の時は、ふざけ放題、ちょっとやりたい放題配信してますので、よいしょ。髪型どうしましょうか、ね、あ、はい。じゃあ今日は、本当はこのね、北床さんのところは、9時まで営業なんですけども、今日はちょっと特別に10時配信なので、ちょっと特別に配信していただいてます。はあ、でも、9時っていうのも、結構長いですね。長いでしょ。はい。では。待ってください、バリカン待って。びっくりした？ブーンで言うてる。顔おるんかな思ったら。いや、ボーンついの？さっきから言ったけど。一応約束なんで。お約束ですね。ありがとうございます。いや、坊主危なかった、今。気づいてよかった。ちょっと髪型どうしましょうかね。以上、僕いつもやってるのはですね。今また、なんか取り出した思ってビクビクしたんですけども、ちょっと、霧吹きですね、水の。はあ、スプレイヤーと。スプレイヤーですね。はい、スプレイヤー。はあ、おー、かっこいい。すごいですね。今までないでしょ、こういう。初デート以来のこの。ウィウィしたというか。ウィウィしたらね。奥さん、初デートってどんなやったんですか？初デート。一応、こちらに行ってます、実は裏に。初デートはアスタブランド。アスタブランド。結婚されて何年なんですか？結婚して9年ですね。9年ですか？9年ですね。長いですか？いや、長いですよ。今ちなみに、おいくつなんですか？私ですか、はい、私がね、39です。39。はい。で、30の時に結婚ということで。そうですね。ああ。そんなに、最近もう僕一体いつ結婚できるのか全然わからないですけども。とりあえず、髪型、例えば言わないとあれですね。僕一応テーマがいつも決まってまして、はい、当てましょうか。当てる。当てましょうか。当てる。そんなことできるんですか。テーマを当てる。ちょっと、じゃあ、お願いします。テーマはね、はい。こうね、テーマは。じゃあ、2つあります。はい。あ、テーマというか、こういう髪型にしたいなっていう。はい。これ、見た感じでは、足目ね。
あ、そうですね、やっぱり、ね、まあ、足目にしてますね、僕。少年足目ね。いや、足目ね、あれ。世代を感じますね。でもまあ、僕も見てましたけど、足で。足目ね。違う、僕、どんなの見たんですか？これ、前でも、切ったのが、はい、もう5時から始まる、僕らがレギュラー始まる前に、10月前かもしれないですね。はい。あ、一回なんかすごい上に上がったまま降りてきましたけど、なんで今上がったんですか？いや、どっちが起動かなって。あ、なるほど。はい、今あの、完全にあの、スーパーひとしくん人形みたいな感じで、ダラダラダラみたいな感じで降りてたんで。結構あれね、ベタ切りやね。ベタ切りって何ですか？いや、もう、ああ、うん、なるほど。グランド地獄バッツンの時あれだもんね。ああ、バッツンですね、確かに。勝手に切り出して。お前ね、今、びっくりしてます。まだ、二大テーマ言う前に切り始めたね。これ大丈夫かな、まあ、まだね、今のタイミングやったから言うとこ。僕、ソフトモヒカンの足目ですね。ソフモヒ足目ね。あ、略してそういうんですか。それを、まあ言うたら、ちょっと、まあ短めっちゃ短め、まあ、すいてもらう。すいてもらう。感じですかね。今までやったら僕、いつも単発だったんですけども、はい、思いっきり切ってたんですけども、最近ちょっとやっぱり、この企画決まってから、ちょっと残してるんですよ。大人しめにしてるんですけども、昔はちょっと切りすぎというか、はい、まあ、刈り上げたりやったんですけども、はい、まあ、一応、ツッコミというか、いろいろね、考えて、ちょっと最近は大人しめなんですけども、やっぱりなんか爽やかな感じで、お願いできたらいいでしょうか。いやー、無理やね。え、無理なの？ちょっと帰ろうかな。もう切り出しますけども。切り出しましたよ、ね。これでやめて危ないですね、もう。とりあえずね、はい、かなりもう量が、そうですね、量すごいことになったんでね、もういつもちょっととりあえず量を減らさせてもらって、はい、確かに量が増えすぎたのにいつもセットがね決まらないんですよ。カメラ多いんでね、はい、はい、で僕剛毛って言いますか、剛毛はね硬いんですよね、髪質が、はい、だからよく髪の毛の色もそれで染まらないっていうのがありまして。染まらんですか？なんかその時に担当してもらった方が、はい、やっぱ髪質硬いと染まりにくいっていうのを昔ちっちゃい子に聞かされまして、あ、そうなんですかという。それは言い訳ではないよね。ではないですね。でも確かに染まりにくいんだろうなと。確かにいくら染めてもなかなか染まらないんですよ。じゃあ、まあ、今日はこれ色に染めてあげましょう。あれ、俺色？俺色に、あ、はい、俺流ということで、そう、ちょっと染めてくださいよ。あ、これは、いや、この配信も、いや、今日はね、見てる人も、ただただ、清水がただ単に髪の毛切ってるっていう、動きもない状態の、固定も封鎖されてるんでね、これぐらいしか動かないんで。斬新だね、本当に。そうですね。この企画は。はい。誰が得するんだっけ。そうなんです。ただただ僕が、普通の時間帯に髪の毛切っても思わないなと思ったことで、やり出しますから、もうそれなら配信に持っていこうということで。いや、多分本当にこの、全国でも多分ないんちゃいますかね。うまいね。この髪の毛散髪しながらの配信っていうのは、はあ、で僕、美容室とかでも、普段もう多分喋らないんで、はあはあ、こんだけ喋ることもほとんどないですよ。ほんますか？まあ、くらいです。普段の僕は。はあ、まあ、こんなもんちゃうんですか、コメディアンの方も、ね。まあ、そうなんですけども、あんまり、いつもまあ、ここではね、もうキャンパスボーイって知っていただいてるんでいいんですけど、普段はまあ、素人として行ってるんで、たまに
どっかで見たことありますね、言われても、はい、ああ、まあたまに言われますけど、そうですね、てんてんてんぐらいの一切所在とかを明かさないぐらいなんで、はい、まあそんな今日はちょっと散髪しながらトークをしながらやってるんですけど、散髪ボーイ対散髪ボーイやねいや、もうボーイですかボーイなんですか、39ボーイですよ、ボーイでいつまでもね、まあ確かに男はいつまでもね少年の心ありますよね。もう、はあ、文句が出てませんか、言ってください。大丈夫ですよ、はい、あ、多分書かれてないと思います。まあ最悪、はい、今日はちょっとツイッターも見てるんですけども、はい、あまり読めないので、多分向こうユーザー同士で会話してたりすると思いますんでね。てか今まだ T シャツもここの T シャツなんですか。そうですよ、スタートコって書いてますね、はい、鏡に映るとね、こう、あ、そういうことですか、はい、今ちょっと皆さん見てもらったらこれね、読みづらい、なんでこうなってんやろって僕もずっと思ったんですよ。画面はあれね、そうなんです、これ画面はあれなんですけども、今では皆さんの、多分皆さん見てるのは多分反対文字なんですけども、あ、そういうことなんですね。鏡で写したら、これまあちょっと来たとこっていうのが見える。あ、すごい、これ考えましたね。これは自分で、まあ、頼んで作ってるんですね、言うたオリジナルシーンって。そうそうそう。はあ、いや、いいですね。いや、これ多分、そういうね、散髪してるところならではの発想の作り方ですね。おー、じゃあこれ、ここを見せ始めて、もうどれぐらいなんですか？見せ始めてね、12月の5日で、はい、はい、今月の5日で、はい、4年、丸4年が終わりまして、おー、はい、丸4年。あ、確かに先ほど、4周年できましたね。そうです、そうです。はい。はい、ああ、丸4年で。ちなみに、漁師になったのはこうやって。それ、理容師やね。理容師なんですか。はい。理容師になったのは、いつぐらいなんですか。理容師になったのはね。はい。いつでしたかね。もう、だいぶ、過去になるんですか。もう忘れましたね。嘘普通覚えるもんなんですけどね。何年だろうか。じゃあ高校卒業してすぐ、それ。いや、私ね、いろいろしたんですよ、実は。何をまずされたんですか、その。まず探偵でしょ。探偵、はい、嘘、いや、俺は。あ、びっくりした。ほんまやったらもう、普通タブーのことでしょ。探偵やってますっていうのは。むっちゃ顔映っとんでね今に立つは過去とはいえ、自動車整備してました。あ、そうなんですか、はい、自動車整備されたんですか。はい、パンク鳴らしてましたパンク鳴らしてたパンク直してました。あ、直す、あ、なるほど。まあ確かにここにうまみみさんというのがね、いざ来たとこさんきっかけでうまみみさんも見ていただいてますから、はい、いや僕見てましたよずっと。あ、いや、ありがとうございます。あ、反対ですか。いや来たとこさんが見るきっかけというか、キャンパスボーイ知っていただくきっかけになったのが、あ、そうなんですか。来たとこさんに、応援してあげてみたいな感じで、だからそれでたまたまね、徳島マラソンとかで、どんな言うたかないやー、それがそういう感じで伝わったんでしょうね、思いというか。そうね、はい、頑張る人はね、いやー、美しいもんね。そうですもんね、僕は普通にテレビ見ても涙しますからね、感動話は本当にね。はい、で、うまみさんも言い方で感動話していただいたり、ちなみに聞いたんですけども、もみんさんは過去にここで夜中2時ぐらいに散髪したっていうのを聞いたんですけども、それは本当なんですか。
いや、あったかな。あ、すっごい謎の謎のあれ、マミさん持ってるこれ、話盛りました、ね、あ、出るんですかそこに。いや、マミさんいてるかわからないです、今は。はい、いや、過去に話したときに、ちょっとここ行ってみようかなって言う話を、今度ここから話しようかなみたいな話を以前にしたときに、ああ夜中2時ぐらいでもやってたりしますよ。ああ、はい、あります、あります。あ、そうなんですか。あ、うん、あれ、本来、ムーミンさんじゃなくて、そういうやってますよって言われる、そう聞いたと。一応、9時まで受付って、はい、しとんで、はい。はい、9時からパーマカラーしてとかね。はいはい。はい、そんな感じでやったらね。確かに時間の方も、はい、あれですもんね。おお、そうなんですよ。で、ちなみに、まあ、いろいろ探偵を経て、はい。美容師になって、いろいろ整備士もやって、あ、美容師。ここ悩みますよね。昔僕もずっと、はい。そこやったんですよ。小学6年生までは。はい。ずーっと、で、そこの中学生になってから、そういう美容師って言ってから、その、美容師っていう言葉に慣れてしまって、たまにそういうね、違いがありますからね、場所によって。美容師っていうところと、理容師っていう、理容師、ここは、床屋は。そうですよ。はい、あ。資格が違うんでね。あ、そうなんですか、そういうの、はい、違いますよ。はい、あ、それは全然知らなかったです。みんな、一緒の、まあ、免許、資格を取って、はいはい、まあそういう感じでやってるんかなと思ったんですけども、そもそも資格自体が、あれなんですね、違うんですね。こちらの方がね。そうですね、はい。まさかの、左側がないやろうですね。でもこれいつも悩むんですよ、相当モヒカンなんで、たまに、そっちも同じぐらいで、はい。サッカーみたいにね、ハードモヒカンにしたらどうですか、はい、ハードモヒカン、あれでしょ、ユイマールじゃない、ユイマール、メイマール、ユイマールは沖縄の言葉ですね。何という意味なんですか、これは。意味がちょっとね、僕もね、はい、小6じゃない、中学校の修学旅行でユイマールって聞かされただけで、意味がね、思い出せないですけども、ちょっとユイマール、ごめんなさい、ちょっと調べます、今ね。今の時間何やってもいいんでね。はい、ああユイマールっていう言葉があるんですよ。沖縄には。よいしょ。ねえ。まあでもあのモニカもすごいですよね。あそこまではやったことないですね。やりますか。いやもうウド鈴木さん超えますよ僕はもうソフトモニカでいきますだそれでもソフトモニカなんですけどね。ソフトな、ウィーマールと、サクサクと髪の毛が口で言うてます。いや嘘、声帯模写すごいサクサクの音が、ユイマールはプロの人が突っ込んでくれるのが嬉しい、ね、いやいやいやもう全然の小ボケみたいまあ拾える範囲は全部僕もまだまだですよ。本当に。ユイマール、まあ、ユイは、はい、まあ、なんかね、共同というか、まあ、結ぶユイ。で、マールが順番と書いてますね。そういう、なんて言うといいんですかね。つながりって言うたらいいんですかね。人と人とのつながりのような言葉ですね。はい。なんか沖縄の歌でそういうユイマールみたいな曲があったんですよ。はい。どんな歌ですか？僕も全然覚えてないんですけど、なんかユイって言ったらユイって言い返しねしか覚えてないんですよ。
ユーイみたいな。ただね、これももう、いやロックな、へぇみたいな。いや、もうほとんど覚えてないです、僕も。みたいな感じですか。でもなんか沖縄の民謡のような感じで、でもポップさはあったような記憶があるんですけども、まだちょっと沖縄の、校に会った時にちょっと聞いてみます、これは。たまにね、いつもどんな曲やったんやろなーっていう、あるんですけども、全く思い出せないです。ユイマールって言葉だけは覚えてて。はあ、まあでも、これシジマールやもんだね。今、僕も言いそうになりました。僕はシジマールって今言おうと思ったら、まさかの。いや、キーパー。エスパルスやね。エスパルスになりましたっけ、もう。どこでしたっけ、もう忘れました。でその辺ですね、柏レイソルかエスパルスかな、はい、名古屋グランパスかエスパルスぐらいの、あの中部あたりの、東海あたりぐらいの、あ、はい、でも、まあ、美容師になって、それで、まあ、10年以上は経つと。はい、経ちますね。出身でもどこなんですか。いや、ここですよ。徳島で。いや、この今、ここです。もう、はい、ずっと北谷荘。北谷荘ですね。おお、北谷荘愛でね。あ、そうなんですか、ね、ラブと書いて。それはもう、はい、生まれ育った家があって、はい、まあ、商売することになって、まあ、はい、はい、あ、こういう直したというかね。うち親父が大工なんでね。はいはいはい。はい、あ、これもお父さんが作っていて、親父がね、食べてくれました。あー、はい、すごいですね。割り箸だけでね。いや、すごい、ほんまにすごいわ。よう持ってますね、これ4年間。割り箸何本あっても足りないですよ。いや、なんていうの、君はマッチ棒使うって言ってたんで。いや、そういうのマッチ棒かい。よかったら、そういうのもとりあえず割り箸にしてくれて。そうなんですよ。いやいや、それはもう1本でっかい箸なんでしょ、これは。いいですね、ひとつごさん。いいですね、この。あと旅行民でしょ。いろいろ言うてくれて、もう。ボケっていうのは分かりやすいですね。もう、いいですね、僕好きですね、これ。いや、大福なんですね。大福です。そうですね。はい、僕の家も鉄筋業なんで。あ、そうですか。はい、あ。もう、新たに親に頼もうかなと、家作るときは。鉄筋で作るんですか。鉄筋で、骨組みですよね。ただ鉄筋あって、コンクリートあって、大工の出番が来てですから。いや、はあ、全部鉄筋でいきました、ね。いやいや、すごい、むき出しの。いや、もう、床ないですよ、鉄筋になると。もしか鉄筋こう束にしてこう、ね、やらんと、ただ、サビ臭いですよ。夏場、鉄筋がもう、焼けるように熱いんで、もうきついんですよ、あれが。僕もお父さんと、お父さんの仕事に手伝いで、要はヘルメット、旅とかいっぱい履いて、鉄筋やってたんで、僕も、もう考えたくないですね、あの時代を考えてると。まあね、職人さんがすごいな、ね。真夏に鉄筋担いで13階ぐらいのマンション作るっていう。うまいね。僕もそれに手伝われて、っていう状態でしたけども。あ、でもすごいですね、ここを作ってですか。そうです。おお。ガリガリになりましたけどね、うちの親父。え、やっぱり息子の家は電気で使うようでね。はい、ああ、でもやっぱりええもん建てなあかんっていう。そう。今まで1枚で家作ったんじゃないですかね。いやー、なるとけどね。はい。どんでん返しがないからね。え、そこ狙ってたの？そんで。壁がね、ごくるんとこう、忍者式のようなやつ。いや、してくれって言うとったんですけどね。いや、後で掃除も困りますよ、それ。忍者式、掛け軸どけたら。そうそう、あんな憧れましたね。いや。憧れませんでした。いや、確かに、憧れもありますけども、実際に自分の家だったらもう、それはっていうぐらいですよ。その大丼年返しはいらないでしょう。いらないですか。あ、でも他の家とはない自動扉があるじゃないですか。
あれ自動扉ちゃいましたね、今入ってくるとき。めっちゃ嫌にやるよ。嫌に、いや、今は僕の天然の間違いです。めっちゃ手動ですよ。手動でしたね。ああ、僕あかんところで天然がめっちゃ出ますんで、自称天然だで、まだ天然という自覚があるだけマシっていう、はい、もう天然の自覚ないとあんない。天然でツッコミは入れるんですか？大丈夫です。本心はちゃんとします。いらんところで出てくるだけで、はい。まあまあまあ、でも、ここも立って、出会ってですか。二人で、じゃあ普段は、奥さんと、そうですね。されてるんですか？そうです。奥さんと、休みの日はね、はい、息子が手伝いしてくれるんです、ね。手伝いってどう？いや、はい、舌吐いたりね。はいはいはい、あ、落ちた髪の毛など、そうですそうです。拾ったり。舌吐いたり。はい。タオル畳んだりね。ああ、いや、いいですね。してくれますね。おお。働くざるも食うべからなんでね。ああ、なるほど。確かにもう、いや、それをやってるから晩ご飯にもあれつけてるような。そうですね。怖いですね。それはもう働かないと。まあ勤務したいってことは小学校小3ですね。3年生なんですか。はい、あ、ほんじゃこれから掛け算とか。いや、掛け算割り算はもう多分あ終わってますか。終わってますね。あ、でも確かに僕小2の時にですから、はい、そのなんかめっちゃ早いですよ今。あ、今でもだいぶちゃいますよね、はい、昔と比べてスピードとか内容とかも全然わからんもんね、もう、はあ、早くももうなんか過去の今絶対やれって言われたら絶対できないですね。テストとかも覚えれてないですね。何が得意だったんですか？僕は体育ぐらいですね。まあギリ英語ですか？英語無理やり。あと僕覚えるというか暗記力だけが好きやったんで、はい、が得意やったんですよ、はあ、でもうその時だけの暗記力なんですけども、いや無理やりだからそうやって社会とかも意外と好きですね。けどもうその時の、はあ、その時だけの暗記力なんで、次のテストになったらもう過去のは忘れて、新しいのを無理やり覚えてやるっていうのはあるんですけど、はい、でも好きなのは英語ですね、やっぱり。はい。なんか狙おうとったんですか？狙ってたっていうのは、なんか、国際デビューは。いやー、でも僕の家が昔から国際交流、ああ、いいですね。やってまして、僕自身、中学校の時にアメリカ行ってまして、はい、キャリフォルニアに。いや、キャリフォルニアですね。ロサンゼルスから、あ、ゼルスですか。ゼルスっていうのはロスっていうんですかね、大体、略称。ロスやん。ロスです。はい。なんか、ゼルスって聞いたら、なんか神みたいな、ね、ゼルスみたいな感じの、はい。いや、でも、そういうのもあったり、英語はちょっと、あと、アメリカのプロレスが大好きでして、はい。それもずーっと未だに見てるんで、やっぱりなんだかんだで、はい。はい、好きですね。いろいろと手を伸ばして。番組の主役の人の顔が毛だらけになって。はい、今すごい状態で。ね、確かに、前あたり着るときは大体黙るもんなんですけども、ね、はい、いやー、これもね、大変なのが黙れないっていうのが、この配信中っていうのがあるんで、僕もよう、たまにね、黙ったりはしますけども、ひたすら喋ってます、いつも。毎日ね、やらないといけないんで。嫌ですね。あれが嫌ですね。見てくれる方がいたらね。そうなんですね。今もこれ、ちょっと僕が見える範囲では20人見ていただいてますね。200人ではないですか？ 200 人ではないです。ないですか？ 200 来たらこれはもうテンション上がりますね。皆さん、メールで知らせましょう。そうですね。本当に。ちょっとこっちでももう一回ツイートを今やっておきましょうかね。
そう、あ、間違えた。そのお客さんもね、見てくれる言うてはったんでね。あ、本当ですか。いや、嬉しいですね、いろいろと。見てますか。出てますよ。出てますよ。恥ずかしいながらも。もうあの、メガネをね、集めるのが好きなお客さんがおってね。はい。はい。おー、そんな方、出るんですね。出るんです。いや、確かに僕もメガネ、フェチでして、集めるの大好きなんで。むっちゃ高いメガネばっかりよね。うわ、すごいですね。はい。僕、でも、僕も全然、まだ5つしか持てないですけども、なんか、でも、メガネ、黒縁とか好きで、あ、そういう集めてる方とかも、これ、今見られてるんですか？来られたり。いや、多分ね、見てくれると、見てくれてると思うんですよ。あの、メールくれちゃったんでね。はい。はい、おー、見てますか？僕も、メガネ大好きですよ。はぁ、えぇ、ー。原さんって言うんですけどね、ちなみに。原さん。原さん、見てますか？見てますか？見てるよーって書き込んでいただいても嬉しいので。よいしょ。書き込む技術はないと思います。もしかすると。それは男性の方ですか？女性の方ですか？男性です。あ、男性の方で。もう、いえ、残念ですから。全然大丈夫ですよ。あ、キャンパスボーイというね、覚えてくださいね。よいしょ。結構有名ですよ、徳島では。ほんまですか？なかなか、でも、まだ、あれやな、っていう日もありますけども。すごかったじゃないですか、ファミリーマートの。あ、前回は。ね、お、緊急時の発生？大丈夫？何何何？いや、大丈夫ですか？え、失敗しました？アラーム？びっくりした。僕の髪の毛失敗したのかな、緊急事態かな、思いましたが。見えない、後頭部を。やられたと思って。やっちゃいました。よかったです。それはちょっと番組で録っていて。いや、しかしね、え、聞いてるほど相当いきますね、それ。書き込みの方あるかな、ちょっと見ましょう。けなしコメントはやめてください。はい。多分ないです。みんなが優しいですし。めっちゃへこむけんね。いや、もうけなしコメントは2週ぐらいでしかみんなやらないんで。はい、全然大丈夫です。よいしょ。あ、ごめんな、いろいろと。すいません、清水さん、お届け物です。あら、これはなんか聞こえがなる。うまみにうんそです。どこや。うまみにうんそです。うまみにうんそってどこや。ほんでよう、よう清水宛てがここに届いたな。北谷と三丁目 1-3-22 てってー。いや、大成功。いや、うまみさんが振り向きたいんですけど、僕今コートでやる。鏡越しで。鏡越しこんばんは。はい、こんばんは。ロミンさんが本当にお届け物です。何ですか？何をほんまに持ってきません。ですね。怖い怖い、なんかちょっと怖い。気になる。これ、ね、名前出せないんですよね。カイロ30個入り。あ、うわ、すごい。ほんまにすごい。これ春用です。春用。春用。ってことは夏用。これ春用。いやいや、そういうことちゃうよ。でこれシーズンの春ちゃうから。でこれ晴れないようです。いやいや、それもちろんね、晴れないようってあんまり言わんから。晴れないよ。いや、ボケ二人大変。トリオの、これがトリオですね。これはこれ何ですか。これね、その袋は何ですか。これがね、多分役立つもんです。これブランケットです。ブランケット、これはね、見せれますかね。いや、すごい、まさかのブランケットまで。よいしょ。で、これは今日は仕事着って来られました。宅配業者を意識してのまあ、いつも来てますけどね。で、よう見た帽子、ユニバーサルスタジオジャパン、ね、あ、分かってしまいました、はい、これが一番ね、宅配っぽいんですよ、こんなの。あ、すごい、これはワンピースですね。はい、波の、羽根寂しいからちょっと帽子入れますね。いや、まあ、綺麗ですけども。まあ、ギリギリ見せれる範囲にそのやつですね。これぐらいですか。そうですね。まだまだ重すぎます。いや、これどっちかですね。いや、
すごい嬉しいですけども、うん、ちょうどね、著作権どうなってくれるだろうっていうぐらいの範囲のものです。じゃあ、これぐらいですかね。最後に持ってるよ、ね、で、やった方がいいですね。それ持ってるのしんどいです。普通にトークしましょう、トークを。びっくりした。いや、びっくりしました。いや、ただね、のみさんね、はい、予想はしましたよ。マジで。ただね、今日はボーカルレッスン、はいはい、しちゃいました。やりました。どうでしたか、前回ね、はい、お世話になりました、US ボーカルのね、オーシャンミュージックの方で、ね、撮影しましたが、あそこで、今回 US さんのマネージャーをね、もうされてるというんですけども、今回、今日からですか、ボーカルを。そうです、そうです。今日からボーカルレッスンですね。どんな感じでしたか。いやー、やっぱり緊張しますよね。どんなレッスンするんですか。ね、最初はだから、自分が歌いたい曲を、うん、CD を持ってきてくださいってことだったんですよ。はいはい。先生、大丈夫さんからね。はい、何を持ってたんですか。言うんですか。タイトル、はい。徳永英明さんの花水木を。ああ、なるほど。持ってきまして。はい。壊れかけの。壊れかけの花水木。まあ、正味ある壊れかけのラジオとかで、壊れかけってことは完全に壊れてますけどね。はい。もう、壊れかけは多分大体壊れてますからね。ですね。聞けないです。ちょっと一回横トントンって叩かな音鳴らされてるんですかね。そうですね。はい。でもって、最初、自分の歌い方でいつも歌ってる感じで歌ってみなさいって言われるんですね。大丈夫ですよ。あ、自分が歌ってるような感じで。そうそうそう。おぉ。で、歌ったら、先生わかるんですよね。はい、やっぱり。どこをどう直したらいいかってわかるんですよ。へぇ。わあ、全部バレてます。バレてたとか自分気づかなかったですけどね。はい。だから今度ここをこうしたらこうしたらって言われて、うん、直していくんですけど、はい。あんまり先生のテクニックをバラすことになるんでね、あんまり言えないですね。まあ、なるほどね。はい、生徒さんに来ていただくためには写真を受けていただいた方が。なるほど。はい、まあ基本となるのは腹式呼吸ですよ。有名な。あ、腹式呼吸ね。いや、ラマラマですね。子供もありますね。だから腹式呼吸が、はい、なんかお腹で息するってのは分かってたんですけどね、はい、で実際に正しい腹式呼吸っていうのを教えていただいて、おこれがね、腹筋が痛い痛い。そうですね、全然違うんですよ。だから普通にお腹で息するのと、はい、胸式と腹式ではまだ全然。そうなんですよね。じゃあちなみにあれなんですよ、男性は大体普通普段から腹式で喋ってるらしいんですけども、それをもっと極めるともっとでかい声が出ると。そうなんです、そうなんです。はい、全然違いました。らしいですよ。チャートもっていいようなんですか。お、何ですか。いや、カラーチャートをね、はい、見てもらおうか。あ、カラーチャートを染めるのに、はい、チャート見てもらおうか。いや、チャートっていうの。見方、チャート。じゃあチャート見ましょうか。チャート。いや、多分検査のギャグになります。あ、はい。お、すごい。もしよかった、画面の方にあれやったら映りますよ。ギリギリは入ってない範囲なんですよ。あ、ギリギリ入ってない。あ、入ってない。あ、すごい、こんなにカラーの種類がありますけども、これは何ですか。カラーこっちまでしかないんでね。そうです。取り揃え悪いな、お前。こんだけ用意してて、ツッコミやな。恥ずかしい、恥ずかしい。わ、でもこれ、どれぐらいなのかね、僕やったら。そこまでね、赤とか気はそうできないんで。何系にしましょうか。本当に。放送終わってます。いや、終わるまで放送は切らないですよ。あ、終わるまで。はい。もう、僕はもう、もう、出来上がるまで出来上がるまでちょっとあれになりますね。じゃあ今日一番配信ですけども、これが出来上がったら完成終わりということになりますんでね。じゃあどうしましょうかね。燃え尽きて真っ白っていうのどうですか。いや、元が白いからもう多分手加えるとも真っ白になります、僕。結構多いもんね。僕すごいですよ、白が。いや、量がね。あ、もう悩みすぎなんで。切っても生えてきるんだよ、これ。いや、すごいですね、でも切っても生えてくる。はい、でもね、本当に黒
黒っぽい。黒っぽいけども茶色に。さあ、口に。入るような感じで。口にいっぱい今。口に入るような感じで。いや、入るような感じの色。どんな色やそれ。だからここ今、カルテットになりましたよ。3人ボケがいますね。3ボケ1ツッコミ大変やね。大変ですね。すっごい疲れるね。でもこれプライズナインさんだったらこれ5人いきますからね。今4人ですけども、まだ。最近あの、超新塾さんを見たら、超新塾ほんとらしい。今ね、あの、9人組ぐらいになったんでね。9人組ぐらい。9人、7人。外国の人だからね。そうです、そうです。本当にあの、そのうちの3人は僕知ってる方なんで、はい、あ。超新塾さんは。僕、生まれて初めて酔ったのが、超新塾さんとお酒飲みに行って、僕酔うことはないんですよ、基本。でもその日初めてガッバガワ飲んだら、ガッバガワ飲んだというかテンション上げたら、まあ、千日前で漏らすっていうことになりましたけども、気がついたらもうびしょびしょでしたけども、ただあの、やっぱ、はい、今大丈夫ですよ。今漏れたらどういう状態ですか、何歳いったおじいちゃんぐらいの。これ、やっぱ、ちょっと黒っぽいけども、まあ、ブラウン入ってるぐらいの、はい、ちょ明るい感じの、はい、はい、色合いで、矢印馬が、ほら、素人に戻った免許、免許、免許何に対して僕が辞めるんですか、僕何に対して辞めるんですか、今で切ってんねん。ちょっと、はい、暗めの茶色めの、暗めの茶色めでも茶色が分かるぐらいの感じの、茶色が分かるぐらい、はい、なんだでも、そもそも茶色ってどんな色なの、おー、なるほど、茶色で暗めでやったら大体これで7、だいぶ軽いな、7、8、まあ、ちょっと僕もね、まだあのちょっと一部まだ染まってる色のところもあるんですけども、うんうん、そこぐらいの明るさですかね、あ、染まってるぐらい、そこぐらいはけどもう染まってる、ちょっともう色落ちてますけども、70ぐらい、あの、ぜひ見せていただいた方がいいと思います。これ、どっかの、どっかのサミットみたいな、どっかのサミットですか、どっかのサミットですか、70キーなのまま、いや、色の名前ですね、なるほど、まあ、とりあえずあの毛染み買うときもあの数字となんかありますもんね、いろいろと、はい、なんですか、一応わかるように、あー、ソーシャルわかるように、はい、あの画面の向こうで退屈されたのも困るんで、皆さん。あ、以上ね、あの、そうです。僕の手元でも、こう、ちっちゃい読めるようには、そうなんですね。はい。してますけど。ね、ソーシャルで見ないですよね、ツイッターだったらね。そうなんです。あの、次であの、ソーシャルだけで書き込んでる方は読まれないんですね。ツイッターも、ね、共有とか、共有されてる方は、見れますが。70これぐらいです。あ、目つぶって触ってください。展示？あ、目つぶって、もう。これ、目つぶって、肌触りで分かる？あ、これちょっと明るいね。いや、これ危険っすよ。展示テレビってめくって、いや、知らん。金色になってるかも。目つぶってる。これ一番怖いパターンですよ。完全パクチーですよ。パクチーじゃん。いやいや、美味しそう。いや。美味しいけど。あ、ほんまですね。これが暗めの茶色、全部。おお。だけど。もう何？あ、でもこれだったらちょっともう一個明るめでもいけるんですかね。さらに。8G。8G ぐらいまでいきます？8G ぐらいまでいきましょうか。はい。はい。8G やったらまだ大丈夫そうですね。8G
じゃあ8時いきます。皆さん8時どんな感じかお楽しみに。こうご期待だよ。いや向こうで分かるのは利用関係の方だけでしょ。8時で、ああの色かって分かるので。利用関係があまりいないかもしれないですけども。ないかなまだ。とりあえずどういう感じにしてみたんですか。ああそうですね。もっと切ってもいいですかね。いいですか。はい。あ、でも待ってくださいね。あ、でも、あ、だいぶでも。だいぶね。あ、ほんまですね。でも、なんか最近。まだ染めてみて、最後ちょっと調整しましょうか。あ、ほんまですね。じゃあ、さっき染めてみて、はい。あ、でもそうだ、だいぶ。結構いてますよ。あ、なんか。はい、この辺も。ほんまですね。もう十字架入れっぽくないね。大丈夫、みんなちょっと待って。十字架入ってるよ。男はね、やっぱり常に十字架を。いやいや、えらい重たい持ってるとこだな。いや、僕今までラインとかここにガンガン入れてましたけど、十字架入れたことない。ギリ文字やったらありましたけど。これ集客、失脚につながる。この出演により。大丈夫大丈夫、面白い人がいてるっていうのが。ますかね、もしかしたら次から来るとこれぐらい喋るなあかん可能性ありますけど。それめっちゃこんだけ喋らすみたいなぐらいの。あ、しげさん寝ちゃった。あ、お前ですか。しげさんお待ちください。一緒にですか。よいしょ。ちょっとこれを、あ、ま、言ってくれたらしたのに。あ、全然大丈夫ですよ。あ、北田子さん隠れてもだ。よいしょ。はい。はい、前失礼します。はい。じゃあ真っ黒だ。ちなみに北田子さん、それで、はい。まあ、ここをやって、で、阿波踊りはちなみに初めて何年ぐらいなんですか。阿波踊りはね、まあ、はずきれに。もう入る前から一回なんか物でやってたりとか、もう入ってから。そうそう。ね、今度行けますか。あ、はい。もともとはまあ違う連でおったんですけどね。はい。はい。縁があって、あずき連で今。入って。9年目かな。おー。はい。あ、この時代はもう20年以上してますね。おー、熱いな。はい、さすが。あわっこなんで。ほんまに、みんなからしますもんね。もう、音が鳴ったら。僕ら、イベントでよく、そうやっていろんな連と一緒になったりしますけども、はい、じゃあ会場の皆さん一緒にってやったら、もうみんな踊り出すもんね。そうだね。そうなると。僕ももう初めて、まだ、8月僕、ああ、でも、実際のんきが入ったのは僕も6月からなんで、言うとまだ半年ですけども、20年ですか。20年ですね。まあ20年だったらひょこの方やね。まだまだそれも、はい、ね、そうなんですか。皆さんすごい歴史があるんでね、皆さん。いやーすごいですね。たまにね、葉月連とは一緒になったり、各場所とか、イベントごとなどでもあるので、公演はね、あるんですけども、すごいですね。奥さんの方は、阿波踊りは、うち嫁さんの周りですね、笛を吹いてますね。あ、同じく。はい。なるほど、笛で、だから一緒に鳴り物で、踊りの方に、鼻笛吹いてますね。鼻笛、嘘。聞かせてください、それも。もう、すごいことになりますよ。真顔で話す。真顔で。よう笑わずにいられますね、それも。じゃあ、同じはずき連で、じゃあ、知り合ったのは、ちなみにそういう連でってことですか。いや、違いますね。じゃなくてですか。知り合ったのは、なんか、小指を手繰り寄せたら、はい。まあ、ロマンチック。ロマンチックやな。ティックでしょ。ティックって。それも略すならロマンの方ですよ。
というりょうさんいたといます。いやすごいですね。多分いた。いや多分でいや現にもうね結婚されてるんで絶対いたんですよ。それはああでもすごいですね。それででもじゃあ同じ連入って、まあ、その後ぐらいですかね。ほんで同じ連にも入ったり、あまた染まり染めに入りますね。髪染めに入ります。はい、共同作業です。面白いですか。まあ、ね、今一番面白い夫婦長年の共同作業です。それでは毛染め入刀語れるの語れるのいやでも形がっつりそうでしたよ。まあ、完全に入刀しましたよ。ノリが抜群だ。いやいいですね。絶対失脚にしない。いや失脚するんだ。増えますよこれは。面白い。いやこれね、あのちょっと際になんですかね、あの皮膚が詰まらないようにですね、塗っていただいて。あれなんですね。あ、なるほど。いつもこうやってやっぱそれ専用のやつがあるんですか。いやこれはね、はい、僕いつも家でやるときにその物がないんで、なんかわからないです。なんかあのベビー用のローションとか、そういうので、あれいけるんですね、やっぱり。なんか無理やりなんかこれやったら掴んだろうものをたまにつけたりするんですけども、これはいいやつなんですよ。おお。あのね、大体こういうやつだったら髪の毛についたらね、はい、あの髪の毛にもしついてしまうたら、はい。髪の毛の上の弾いてしまうでね。はい。一回髪の毛。で確かに連覇しましたね。あのこのクリームはね。はい。はい。髪の毛についてもね。はい。はい、染まってしまうという。ああ。素晴らしい白物でね。白物ですね。はい。これがちょうど8時に染まるわけですね。そうですね。同じ 8G にはなんか患者にみたいな感じになりましたけど、ね、本当に今日切れてよかったなと染めれて、このね次まだ、今日15なんで、明後日はまた高松でイベントあったり、あらマジですか。はい、あのお笑いライブ四国合同で4件のお笑いライブあるんで、はい、まだ後いろいろ展開があると思いますけども、ね、頑張ってください。はい、四国一目指して。本当に四国一をやりたいですね。皆さん、まあ、僕17日行けないです。まあ確かにそのことを言おうと思ったんですが、皆さん安心してください。後々多分徳島でしますんで。お。多分ね。多分その。DVD 化が。でも、もう僕個人的にはビデオ撮る感じなんで、もしかしたら僕個人でやるかもしれないですけども。いやもうね、だから今回今ね、あえて共有しなかったですけども、まあ、後々徳島で会ったときは、本当にね、貸しますよ、また。いや、場所かい。なんで、ここここでするのすごいところですけども。いや、でも徳島でやるときは必ず行きますよ。はい。徳島でやるときは行きますよ。あ、ありがとうございます。高松今回行けないだけで。本当に、なんかね、いろいろとやっていきたいなと思ってますので。じゃあ、もみんさんの方は、阿波踊りは、はい、僕はね、いつも企業連の方で出てるんですよ。あ、企業連の方で。はい。じゃあ今年の、4日間も企業連の方で。ね、14日、8月の14日だけ。あ、なるほど。の方に。はい。はい、山本梓さんと、はいはい、あとそんなの関係ねえさんと一緒の、いや小島よしおだね。いやすごいアバウトリーだ。いやでもすぐ分かりますね。でもそれはどこの企業でした。名前出してくるんですかね。多分一応大丈夫です。大丈夫です。
日清さんですね。日清さん。ラーメンとか作られてる日清さんです、ね。はいはいはい。あ、なるほど。はい。おあ、多分僕、あの、あの日は、14日は。いや、多分、宮城市なんですよ、僕。そうですね、市役所前で確か僕、そうなんです、そうなんです。あの、日清連行って、次に、プルハップ連で、そうです、そうです。プルハップ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 ですか。はい、プルハップ。わお、今こそ言っちゃう、わお。フルハップレーンがね、あの、オール阪神巨人さん。そうです、そうですね。はい、その次にのんきれんで僕ら喋るっていう、順番がおかしい状態ですけども、そんなの関係ねえと、ついに、ね、あの、巨人阪神、阪神巨人師匠が喋って、キャンパルキャンパル言ってますんで、すごい状態です。はい、僕らも喋らせていただきまして、4日間、そうですね、マイクいただいたり、だからあの時に巨人あのあのすみます芸人の子来てるよって周りの人からね、はい、結構言われたんですよ。で、そうだったんですけどね、その時。あ、本当ですか。うん、もう僕らはね、一体かなってて、ええ、あの普通にそのマイク、アナウンスの人も、ええ、僕らが馴染みすぎてと、ええ、まあ、顔も知らんのもあったやろうし、踊りがちょっと上達しすぎたかわからないですけども、意外とあの見つからないと。もう動かしてしまったわけですね。最初なんか噂に聞いたら、向こうの人たちに聞いたら、ええ、いや、もう踊りが明らかもう分かるだろうと。ええ、で、キャンパス部おったとすぐマイク渡せるらしい、そういう感じで話進んでたらしいんですけども、うん、本気で分からなかったですけど、あ、とりあえず来てください、どこですかってずっと言われて、探されたの、ね、探されて、どうもーで。あー、でも、やっぱり皆さん踊られてるんですね。ですね。すごいですね。僕はね、でも、いつもね、この企業連に行くと、はい。あの、私ね、多分、あの、ツイッターのアカウントに、はい。多分写真載せてると思うんですけど、はいはい。あの、キツネ、タヌキかキツネか、どちらか。お、浴衣姿で。キツネやね。キツネやね。キツネですね。フェイスペインティングして、はい。で、踊るんですね。おー。それがね、あ、どんだけ汗をかいてもなかなか落ちないもんで、あ、そうなんですか、あれ、印象的でしたね。そうですね。でも南千葉、あ、じゃない、藍場浜でも多分、そうです、そうです。一緒になったりはしてますね。藍場浜があって、その後市役所へ行くんですよね。はい。とかでもいろいろと。まあ、子供が逃げる逃げる。いや、あの、キツネのメーカー、本当に。怖いっすよ、あれ。怖いっちゃ怖かったですね。で、僕が、あの時に、はい、あの、今子さんの発想をしてるんですよ。おお、あの、まあ言ってましたね、あの、サンパのところですか？ね、その時は、14日の時はね、あの、これも名前出せるんだけど、某、なんとかドーナツさんの前でね。あ、多分一応言えます。ミスタードーナツ。そうですね。ミスタードーナツさんの前で、あの、ライブされてまして。あ、でも一応あれは実際サンパの前なんですよ。あ、そうなんですか。あの、サンパに承諾得て、ああ、やってるんです。そうか、全部が近いかも勘違いしたんでね。そうなんですよ。サンパで徳島ラーメン探検隊を歌ってました。多分ちょうどその時に。いやいやいや。ちょっと食ってみたいな。そしたら、ゴージャスな美味しさ。はい。うちのね、弟がね、また同じようなメイクしてたんですよ。はいはい。キツネの弟いらっしゃいまして。そうだよ、僕うち弟おるんですけど、はい、同じようにキツネのメイクして、はい、で、相葉浜に移動するときに、その今子さんに遭遇して、はい、あ、今子さんいてると思って見てたんですけど、はい、弟はかっつい今子さんに絡んでいきました。わお今子さんごめんなさい。あの時絡んでた狐の音がうちの弟でございます。弟、謝罪を。あの兄が変わって謝罪申し上げますので、お許しくださいませ。4、5ヶ月越しの謝罪で。あー、いや、でも、あそこいろいろやってましたからね。ええ、妹子さんも特記念やってますんでね。そうですね、妹子さんも。で、鳴り物を。されてるって聞いてたんで。はい。ですか？いやいや、笛です。ギターって。でも、あってほしいですね、なんか。バイオリンはね、昔あったんですよ。バイオリンあったんですか？バイオリンありまして、昔ね。はい。はい、そうなんですか。昔ってほんまに昔のことじゃったで、はい、おいお前さんおかバイオリンどこ
こにやったっちゃい。なんて組んでしまったわい。何のこれ、何の寸劇これ。まさかのノーアドリブでこんだけできる、ああノーアドリブちゃ打ち合わせでな、全くノー打ち合わせでこんなにアドリブコントがすごい、てかすごい状態になって感じだよ。僕も気をつけないとその髪型で多分遊ばれますよ。そう、いや確かに遊びたくなりますけど、今だとスーパーサイエンスできますよね。はーってできますね。こんだけして最後バリカンできますから。いや止めたのに全て水回は駅の無駄遣い。いやいいんですか。一つのピッチャーに見えるって書かれてるよ。ピッチャー誰がやほんまに。ちなみにあの、まあ、そのカンタは、はい、アワードで初めて。カンタはね、はい、1歳の時から一応、1歳ついて回ってますね。まあ、やっぱ家族やってるから、やっぱ一緒に、そうですね。やっぱ見て育ってるっていうのも、あるかなと。まあ、相手も社交的なのは、もう、阿波踊りのおかげもあるしね。はい、おぉ、まあ、いや、でも、はきはきして、僕大好きですからね。本当にあんなで元気でおもろい子はいないですよ、本当に。もう、あ、今寝てるんですかね、もう。いや、寝てしまいました。寝てしまいました。ね。終わったら起こしてもいい。先ほど聞いたら、本来10時に寝てるらしいです。育てがいいですね。僕なんかもう3時でしたよ、その年代も。小学校3年生だったら3時、夜中3時寝て、朝7時。6時ぐらいに起きてやってましたけども、10時寝てですか。今日は起きとく言ってましたけども、まあ、ちょっと寝てね、まだ後ほど起きると、まあ、終わってから多分勝ったあれですよ、あいつに内緒で帰ったら号泣します。帰れないですね。いや本当に特にもうだからあれもう社会のテストなんてもうすごいんちゃいます？いや、まだ習ってないんですよ、だから。ああ。ガーッと。そこまで行ってないかもしれないですね、社会の。なんか、暮らしみたいな感じだよね、まだ。ああ。そうか、小学生だと。工場とかね。小学生だとまだその辺なんですね。はい、中学校入ってからですかね、やっぱり歴史とか入ってくるのは。ギリ小学校でも。いや、どうなんですか、高学年で。縦穴式みたいな。秀吉とか。ね、簡単な。いや、大丈夫です。もう、過去の人物で言える。言えるんですか？はい。こう、なんか。著作権ゼロゼロ。あるんかな、なんて。いやー。徳家とかね。略者。徳家っていうのも、徳川家康。徳家って今、全国で僕は一人しか言ってない。そうですよね。徳家、徳忠みたいな。徳忠。特殊なっていうのもうそれに言ったらもうなんか野心かなと思いますね。特例よしっていう感じの状態になってますからね。ありそうですね、特よし。あ、すごいですね。だから家族3人で阿波踊りもずっとされてて、やっぱりね、家族共通の趣味っていうのはね、いいですね、本当に持ってて、うん、いいですよ。もう本当に葉月連募集してますよ。もしよかったら全員募集してますので、ね、ホームページとかあるんですか？ホームページあります。なるほど、はい、そこから言った阿波踊り、そうですね、葉月、はい、一応私が管理人です。あ、そうなんですね、はい、あ、ではもうそこから、まあ入連の情報もあると思いますので、はい、入連をしてください。はい、あ、なんか入連するのには何かあるんですか？あります。とりあえずね、はい、水木慎さんから。え、男もそれで。男も。ブーメランパンツ。ギリ女の子だったら僕は OK 言いますけど、なんで水着なんですかもね。浴衣でしょ、大体。いや、浴衣を着て、はい、あの、美しさを出そうとしたら、はい、水着のね、ラインが足りてる。いやいや、もう、普通それやったら逆になりますからね。
水着の格好だけじゃあれなんで。幽霊って言われて激減やね。そんなねなって言われますよ。でもまあやってちょっとまずは体験みたいなのから。そうそう、まずは体験ね。始まって、はい、のにまあいろいろまあ。手取りやって、ね、水着姿で、はい、そうです、ね、私が水着姿になります。いや、なんで逆に見てみたいけど、それもそういう光景をすごいでしょうね、その光景見たら。で、それを横目に見てる奥様もあの人何やってるんですか若い子に手出しててだからね。いや、水井さんはね、はい、今日でやめるんで。ないんでね、皆さん、はい、安心してください。そんなこと一切ないので。怒られますね。はい、レンちゃんにね。レンちゃんも見てるんでしょ、ちゃんと。もう今日これ見られたらもう大丈夫うちはみたいな、笑って見てるかもしれませんけど。もう多分寝てます。いやー、すごいですね。葉月レンさんもね、なかなか。まあ、他何で一緒になりましたかね。田舎博覧会とかは一緒になりましたか。いや、田舎博は私は行ってないです、ね、まだ行ってないですか、はい、あ、そうですね、あそこはまた別の連が来てますか。この間のヨロタミは出てないんでしょ。何ですか、ヨロヨロズの、あ、もう出てないです ね、はい、あれ出とったんですよ、あのカンタがね。あ、そうなんですか、はい、僕ら最近なかなか出れてないですね。ですあの阿波踊りのそのミュージカルね。ミュージカル。阿波踊りを、はい、っていうのが、はい、夜ミュージカルがね、はい、あったんですか。はい。ほー、そのなんか何で聞いたかな。石本も5時からかな。なんかの何かでその情報は知ってましたね。そういうのがあるっていうのはミュージカルにしてですか。なんか本当にビザンみたいな。いやいやすごい状態ですよ。一緒ミュージカルみたいな感じでやってるのかな思って。あ、次は私。終了時間が近づいてきた。いやもう、はい、経験ゼロでも大丈夫ですかって言ってコメントは言ってますけど、どうなんでしょう。水着着れますか。やっぱり危ない。そうです、大丈夫ですよ。それはもう大丈夫ですよね。大丈夫です。僕自身がもう素人からやってるんで、はい、だからあのおっおっ画面的にいけますか。いや逆に面白いでしょ。逆に好みます僕は。すごい状態ですね。いや、もうど素人の僕でも踊れるぐらいなんで、リズムがね、わかるぐらいなんで。でもやっぱ毎日ね、練習も、やっぱ本番にみたいにね。毎日は。でも、平日ですよね、基本。あの、お盆前はね、はい。はい、もう、ほぼ毎日ですね。はい。ああ、そうですね。お盆、そうです。ちょっと言葉足らずですね、僕。あの、お盆前は、僕も、2ヶ月みっちり毎日、平日毎日やって、ね、それ過ぎたら、まあ、だいぶね、何か、そういう、イベント、行事ごと前にちょっと練習をしたりとか、集まってやったりとか、阿波踊り会館でね、踊ったりなんですけども。次、葉月連は、阿波踊り会館の公演日とかは次はね、もう来年ですね。あ、もう来年になるんですか。はい、おー。もう今月だといつやったんですか。ね、今月のね、はい、いつでしたっけ。今月はこの間でした。この間でした。いや、そうそのこの間が気になったんです。詳しくはウェブで、まあ、上旬でということでウェブで見てくださいね。はい、ね、今年は練習もね、昨日、はい、終わってしまったんですけどね、はい、また年明け法人中学校の方にね、はい、週水曜日ね、お、はい、してますんで。されてるんですか。はい、見学をね、もし興味がある方はね、はい、あの
来たとこまでお電話いただければね。はい。ここ。いや、ないないない。全然、なんか紙とかあればこうやって出しますけど。なるほど。そういうのもあるので。結構ね、これも、県外の方もね、見てる方多いんで、ちょっとやってみたいなっていう方も、そうですね。いるかもしれないですね。こっち来たときに。はぁ、あ。清水さんの髪の毛、まあ、プレゼント。いや、逆に持ってる人も怖いですよ。誰が欲しいですか、そんで。じゃあ、お守り袋入れてオークションなの。ね、たまにそういうのありますけど、あのアイドルの髪の毛っていうので。はい、全部視聴者の方、50円だ。安い。ほんで安い。僕の髪の毛、白髪混じりのね、髪の毛が。でも欲しがる人いると思うよね。まあ言ってるんですかね、髪の毛は怖いでしょ。怖いかな、やっぱり。だからちょっとプレゼント企画、先週ね、ノミさんも一緒に、下と5分の2から始めた時にプレゼント企画言うてまして、サイコロダイス。そうです、サイコロダイスっていうゲームをしようかなと思ってまして、そのね、プレゼントの商品、今ちょっとね、外なんで、今持ってないですけども、来週、あれやったらやろうかなと思います。さあ、そのプレゼントの商品は何かと言いますと、もう、ここで発表しておきましょうか、せっかくなんでね。キャンパスボーイオリジナル T シャツを1名様にプレゼントします。おーい。ここは2枚セット。いや、1枚です。1名様に、ピンク色の、やっぱちょっと女性の方は多いん で、 いで、ね、ピンク色で、はいはい、結構欲しいって言われた方がピンクが多かったんで、でも男性も着ても可愛らしい、ピンクの似合う男子もかっこいいと思いますんで、まあ、T シャツですけども、1名様に来週プレゼントしようと思うので、欲しい方は、名前書いてください。ここの宛先になんかないですか、ほんまにボードは。いや、だからこのソーシャルストリームとか、ツイッターとか、の方に書き込んでいただいて、僕個人のツイッターの方でもいいですし、この YNA の徳島県のチャンネルの、ツイッターであったりソーシャルストリームの方でもいいんで、名前書いていただければ、まだ来週どうしようかな、来週かやろうかなと思いますんでね、お楽しみにということで、あ、ちょっとね、せっかくなんでプレゼント T シャツをしたいなと思います。はい。で、まだいろいろと明日はやっていこうかなと思いますので、今日のね、まあ、今日の活動を僕言うてもね、今日僕はこの2日間ちょっと不眠症状態だったんでね、やっとゆっくり寝れたんで、今日はオフやったんで、ゆっくりやっと今日久々にゆっくり寝れましたんでね、元気でございます。あ、ずっとまたブログ、YNN のブログをめっちゃ更新したんで、これ公式ホームページから見てる方は、これ上ね、上のブログから見てください。たくさん更新しました。更新したと言っても、4月15日まで更新したんでね。はい。まだ今年の4月15日ですからね、まだ。まだ明日とか時間あったらまた8月ぐらいまで一気に書き切ろうと思いますんで、皆さんよかったら見てくださいね。いろいろと、あ、みんな書いてるね、マジで T シャツ欲しいと、パチパチパチと書いてくれてますね。反響いいですね。やっぱりね、あれはやっぱみんな欲しがると思いますね。ちょい早めのクリスマスプレゼント、そうです、ちょっと早めのね、多分来週が23日ぐらいだと思うんで、木曜日はちょっと早めのプレゼントでね、やっていきますんで、皆さんよかったらお願いしますね。あ、すごい書いてくれてますね。ブラックボードにしかも書いてくれますね。おお。いえ、覗きに来ただけで。ただ声もいいんですけども、この後ろ、ちょっと電話番号も一応、これお店の番号ですか。あ、いけますよ。いけますか、ちょっと、はい、いや、この内容も内容、これ、まあ、書いてくれたら嬉しいんですけど、僕こっちかみたいね。ただいま、コインランドリーに行ってます。用がある方はお電話くださいで。なんでなんですか、行く用事があったんですか、ちょうど。そうですね。引き用事にしたね。いえいえ、いや、だいたい洗濯もや。
大体コインランドリーいたら洗濯するだけや。コインランドリー行ってたんですね。多分あのタオルとかをいっぱい洗濯してたんでしょうね。あ、雨が降るとね、やっぱりなかなか洗濯も大変ですもんね。美容師っていうのもこういうね、タオルとかも使うんで、こう清潔にしとかないといけないんで。そうですね。はい。なんかいろいろと、あ、すごいですね。今気がついた、まあ、ここに、席の方がこうやって2台ありまして、じゃあマッサージチェアまであるんですね。え、これはあの女性の方がね、はい、あのうちの奥さんがあのエステティシャンがやっておりますので、はい、そうなんですか。産毛を剃っていただいた後で、はい、エステをするという、おー、はい、その時に、いや、すごいですね、はい、いやー、じゃあマッサージとかも普段皆さんも特別に受けてるんですか？もうここ関係なくマッサージは、いや、もう来られですか？やっぱりこういう仕事っていうのも、もう慣れましたね。あ、やっぱ慣れっていうのはあるんですね、はい、いや、マッサージできるのはすごいですね。いいですね。はい、慣れは最大の敵と言いますか。逆に確かに、そうですね、いやでも、まあ、肩こりはちょっと慣れたけど、技術はまだまだ更新、ね、向上、向上で、帰りがね、やっぱり、はい、いろいろ変わっていくんでね、そうですよね、大変なのに、いろんな、今までこういう無茶な要望ってありました、なんか、こんな髪要望ね、あります、なんか、こんな髪型にしてほしいとか、いや、あまりやっぱりないですか。無茶ほうやね、だから無茶な要望する客も客ですけど、いや、お客様は神様なんでね。あ、素晴らしい。言うとれんのでね。まあ確かにあんまないですね、無茶。まあもう言うたら今日配信してるみたいな感じで、これが一番の無茶かもしれないですね。いや、そんなことない。大丈夫ですか。あまり文字入れないとかもありましたよね、前に。それは得意ですね。すごいですね。あの、先ほどの写真見させていただきましたけども、ええ、なんか今あります？先ほどの写真。先ほどの写真ね。著作権っていうか。いや、大丈夫ですよ。え、有名人？ちなみにモデル誰ですか？ね、まず違うねんの声ね。あ、ノイトで。じゃあ大丈夫です。いやいや、すごいですね。あれ、結構、あの大変ちゃいますか、でも。文字とか入れたり、初めて見た時すごかったですよ。そうですね。すごかったですよ。もう先ほど、ね、これ何観音だったんかなの梵字なんですけどね。はい。こちら。梵字を入れたりね。見てください、これ。すごいこれ。いや、確かに僕お遍路の時にようこの梵字見ましたわ。そうですよ。こんな梵字を。はい。あとね、こういう。これが、また、これ行きましょうかね。これ見てこれ。すごない？この、髪型。いやいやいや、これ何されてる方なんですか？これはスイカやね。スイカ。スイカ、そうです。これ普通の会社員の方ですよ。あ、びっくりした。はい、そういうことなんですね。スイカにやりましたってことだったんですね。チャーリーさん、もう完全に人の投資してるんでしょ、これ。そうですね。会社員。会社員。会社員、そんなにしていいんですか。いや、帽子かぶる言うてたから、ね。あー、なるほど。あ、それはバレないですね。まあいい。いや、すごいですね。ちなみにこれは、知り合いです、ね。これは、相方やないか、俺。キノコヘアの相方やないか。これいつ？これ鴨の夏祭りやね。あ、夏祭りで。あの、そこの千勝小学校でね。ああ、うちの地区で会った時にね。はいはいはい、はい、あ、その時に会いました。会いました。僕は会ってないでしょ、多分。会ってないですね。そうですよね。でもあの千勝の時、僕逆に西浦探してたんで。お互い探してないよね。まだ、彼さん言うてもないのに、おらんようになったんですよ。行方不明、まさかの行方不明。で、マネージャーに、携帯すべて預けてて、なんで、連絡も取らないのに、
で、まあ多分うちの、マネージャー僕と、あとその時仲良くなった小学生のみんなと、あと言うたら西浦のお父さんと一緒に探したんですよ。ずーっと。で結局もうでも配信あるから夜もう帰らなあかんもって帰ったら西浦が部屋でゆっくりくつろいでて、なんでやねん探そうともせんのよ、携帯。びっくりしますけどね。あ、じゃあこれ染めるのは大体どれぐらいの時間なんですか？そうです、大体15分から20分ですね。はい、ぐらいの。はい、そうです。なんだかんだであれですかね、僕もこれこういうのをするの初めてですね。こういうつけるアフロみたいな感じで、はあ、よくおばあさんがこうやってね待ってるのをようテレビとかでもなんか見かけますけども、気のせいな、気のせいですかね、言葉で今時間見たっていう言葉聞こえましたけど、ね、あれあ、先生もさっき言ったプレゼントの T シャツなんですけど、はい、これってサインあり？あ、要望によります。最後にサイン、決定して、欲しい方にはサインつけます。で、別になく普段から着たいなって思う方には書かずに、なんでその以上サイン欲しい方にはつけますんで、はい、そういう感じでやっていきます。なるほど。はい、一つ外しまして、もう、あ、すごい、うまみに T シャツはないんですか？うまみに T シャツマジですか？ないですよ、今ないっすよね、作るのでもないですし、どうもなくないと思いますよいや、でももしかしたら個人的に作られた、あ、それやったら僕の白の T シャツから T シャツ買ってきて、そこに前にあの、馬って書きます、ひらがなで馬って書きます、かわいらしい馬って書きます、はい、それで着たとこ T シャツもありますんでね、非売品ですよ。非売品なんですね。いや、オリジナル T シャツいいと思いますよ、こういうのは。さあ、どういう感じでしょうか。どれぐらい詰まってるのかな、これが。あちゃー。え？そのあちゃー、何？D の真似です。D？あちゃあちゃ、いや、そっちですか、ブルース・リーですね、著作権もいけるんだ、え、大丈夫です、いや、そこまで気にしなくて大丈夫です、いや、アニメとかはちょっと厳しいです、今は、はい、ヒロリやったまあ、ギリです、あれはね、はい、見てる方いけるんですか？見てる方、17人ぐらい今見てましたね。素晴らしい、ね、はい、結構見ていただいてますよ、今日も。原さん、見てるのかい？見てますか？格好前あるんですかね？原さんはよく格好なんで。なかなか、あれですか。すごいですね、お腹の徳島巻きでね。そうですね、僕は。どう思いました、徳島行き言われた時は。いや、最初は、まあ、びっくりでしたね。まさか、まあ、相方さんがね、はい、まあ、徳島出身なんですけども、ね、そういう、なんか相方がそういうのをエントリーにいたらしいんですけども、あ、そうですか。そういう、なんか、なんかミーティングみたいな、新しいです、募集を。はい、をかけてる時があって、ええ、それを言わなかったです、彼は。基本何も喋らないんで、彼は、はあはあ、言わなあかんやろっていう注意事項も一切言わないんで、ええ、で僕聞かされた時にはもう行くっていう状態で彼は黙ってたんですよ、はあはあ、でだから急な話しすぎてびっくりはしましたけども、で吉本の仕事なんで別に僕は、まあ、これがなんか吉本関係なくただただ行くんやったらそれは嫌だったんですけども、ね、まあ、ちゃんとした立派な仕事として行くんで、まあ、僕は嬉しいですね。それといろんな新しいことに経験するのも好きなんで、そうやって前さっき言ったようにアメリカ行ったりとか、なんか基本、まあ、違う県に一人で遊びに行ったりとか、なんかそういうの好きなんで、結構まあ来て、まあ、まあ感想はびっくりでしたけども、
まあ全然これからキャンパろうかなと思いでやってきましたけども。逆キャンパー。逆や、お前パチンコでその中に入れてみたいな、玉をうまいことチューリップみたいな。逆キャンパルで、なんかおでんみたいなのあるんだけど、いやーもうで、ね、どっかで見たことないな。いやもう、かばちゃんみたいな感じだけど、まあね、まあでも来て、もうなんだかんだで、5月末来てから、もう半年ぐらい経つんでね、僕も、もうちゃんと。僕は大塚府民か徳島県人になりましたんで、おわお、ええ、後ろから見るとね、はい、ベジータですよ、ベジータ。くそったれい。あ、でけん。くそったれ。たまに真似できるんですよね。R 藤本さんがするベジータを真似できるって感じ。はあ。よく向けたね、完全にベジータ。あ、いきます。はい。僕はナレーションできますよ。あのナレーションの、うん、はい、確かにねちっこい感じなの。もくんは果たしてみあたしたら、これどうしましょうか。あ、多分流すんですけどね。これうちまだ、あ、持ちましょうか。お待たせしましょうか。これを慎重に。よいしょ。だから髪の毛流されます。はい。ではこれからうま耳が撮影いたします。あとはそのコードを外しても、あ、でもまあいけますね。いけますかね。はい、はい、まあ充電フルになってるんで全然外しても大丈夫なんで。あ、私から流すけどいけますか。あれ電気泥棒じゃないですかこれ。電ドロ。電ドロ申し訳ない。で、電ドロってあ、つぼりがちょっとね、いけますか、ね、ちょっと、あ、行きます。あ、お前ね、顔どうしますか。あー、じゃあもうタオルかけても全然大丈夫ですよ。はい。では、主役の顔が隠れます。はい、ありがとう、こんな絵だけ写してもらっても全然。あ、じゃあそうしましょうかね。はい、カメラ切り替えたらいけるのかね。あ、行きますし、それか僕持ってきましょうか、そのまま。いや、難しいですよ、明確で撮ったら。わ、あ、いい感じですね。まあね、ごめんなさい、視聴者の皆さん、今ちょっとブレております。神奈川町めっちゃ冷たいとめっちゃ熱いんですよ。やけどするわ、心臓ちょっと吹きこってなるんですよ。程よい感じでお願いします。そこはわかりました。ちょ、キアシャンプーとかもあるんですね。ありますよ。すごいですね、いろいろ、はい、いろいろされてますね。さあ、僕あの今ね、これね、この体勢皆さんちょっと撮ってもらっていいですかね。この体勢あるんですけども、今ね、僕まあ、不眠症のせいもあって、ずっとこの2日間普通に座ってたんで、今ね、持病の様子で、これ大変なんですよ。久々にこう、ギュッと伸ばした状態なんで、あーおっていうことで。あー、来ますね。結構今、これは来ますよ。ずっと折り曲がったもんがずっとこうなったんで、今。あー、気持ちいい、シャンプー。あ、こういう時普通なら僕寝てしまうんですよ、こういうのやってると。番組中に寝るっていうのもいいじゃないですか。ただ僕過去にやってしまってるんです。あのある何ですかね、10月ぐらいから一人配信始まってから、まあトイレで配信したりお風呂場で配信したりで、ある日は台所で料理しながらとかで、この間ベッドで配信したらあまりにも布団が気持ちよすぎて寝てしまうっていう。だから放送中に寝てしまって、みんなもう何のこっちゃわからん状態が一回ありましたけども。まあ今月は外から配信で、まあいろいろとね、来週もどうしようかと思ってますけども。ね、先週はあの、富浦くんも出てもらったり、ね、マミンさん。ですね。はい。またぜひとも呼んでくださいってことでしたからね。本当に。じゃあね、ちゃんと画面の方で出ていただけたらいいんですけども、まあ事務所のね、兼ね合いもありますからね。い
あれはスペシャルでしたね、富浦聡君は。僕も正直知りませんでしたからね。それこそ当日、はい、配信開始の1時間ぐらい前でしたっけ、1時間か1時間半ぐらい前でしたよね。そうですもんね。急に連絡が来まして。出るよと。出るよと。来るよという連絡があって。まさか、それとまた、教室の生徒とも思いませんでしたけども。まあ、なんだかんだで、夜中2時ぐらいまでね。飲んでましたね。飲んでました。飲んでました。いや、でも貴重な時間でしたけども。さて。ああ、気持ちよさそうだ、これ。これは 100% 寝てしまうタイプの。そうですよ。プライベートの素の清水なら、黙ったまま寝ますよ、これは。僕はね、いつもね、してもらってる場、立場なんでね、ファッているのね、新鮮なんですよ。そうですね、学校の常連で、うまみさんは。そうですね、いつもお願いしてます。新鮮組やね。新しい新鮮組っていや。まあ、僕、近藤ということで呼んじゃ。僕が近藤。奪い合いあるの、これ。じゃあ、僕、言い方。ほな、僕も。なんでや。大入っていくんだ。もう一生決まない、もう僕は肘方でいきますんで、局長でお願いします。いやじゃなんでや、ここ北とこクラブでしょ、クラブの部長でしょ、ならば局長でいけるでしょ、それは。あ、そうか、よい。あ、古い返事の仕方。あー、気持ちは。あれ、いつも家でシャンプーしてるけど、こんな気持ちいい感じに、こうやったかな、自分で。結構頭皮硬いですね。頭皮硬いですか。はい。これ。あー、確かになかなか、こう、なんか、頭皮が硬いとね、こう髪の毛、こうずれるみたいなことがしづらいですね。ハゲるって言いますよね、よく。そうですね。の一応僕若白髪なんで、いやどうなんやろっていうのは。わからないですよ。わからないですか。確かに、僕の家系ね、おじいちゃん両方ともね、まあ、親父っちみたいな入り方ですよ。親父っち、たまごっちでいうところの、まあ言うたら、波平さんみたいな、一人は波平さんで、一人はさくらともぞうで、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんみたいな。ああ、春子や。そうです。心の一句。そのね、だからね、僕の両親ね、日曜の6時台なんですよ。おじいちゃんは。ほな、6時。誰や言ったよ、ほんで。知りたい。何の最高峰で、それも。知りたいやったら、知りたいのあの時間だったら、忘れてしまいましたね、最近。キテレブが200か。いや、古いな。めっちゃ上手いなりますね、そうなってくると。あー、いいですね、シャンプー。通シャンしますね。あ、これが通シャンですか。通シャンやね。通のシャンプー。通シャン絶対別さんいれば、これ。いやいや。あ、お前、あ、涼しくなってきた、なんか。すごい。何ですか？これはほんとに、ミントみたいな。カラー用のシャンプーですけど。あ、何やそれ。騙されたってことですか？今、冷たっていう反応してもらったじゃないですか。まあ、カラー用なんでね。はい。はい。まさかの冷たい発言してしまった。まあそうかなって思うんですけどね、そこは正直に。恥ずかしい、なんか嘘ついたみたいで。照れちゃう。ちょっと本当に。カラー用のシャンプーとかあるんですね。ありますよ。
やっぱりね、その人その人にね、はい、シャンプーを使っていただかんとね。はい。はい。なるほど、そういう、なんか種類もあるんですね。ねえ。どうしてもカラーするとね、はい。ちょっとこう入れるんで。また無駄に。痛むんでね。補うような。そうですね。なんだかんだでもう2時間ぐらい経っちゃいましたね。ほんまに申し訳ないし、結構長い時間になりましたが。これリクエスト、冷たいシャンプーしてますね。これは冷たいシャンプーですか？そうです。あ、すごい、あ、もう匂いからして、すごいすごいスーッとくる、爽快感の季節外れのレイシャンだいたい夏にするものですよね、こういうのは。あー、頭すごい、頭がすごい、冷たい、スースーする。あー、カラーした後はしないんですけどね、本当に。あー、すごい。あー、なんですかね、シトラスというかミントというか、このすごいスーッと、あー、すあ、頭、僕の頭あります今。脳みそだけなくないですか？いや、脳みそはなかったです。いや、怖いな。逆に今喋ってんな。わー、すごい。そこにまた湯が。湯がこれが。よりちょっと気を、あーあー、どうしよう。爽快感がすごすぎる。ひたすら散髪をするという、そうですね、すごい番組やな。もう日によったら僕たらたに歩いて帰る配信もしたりしますからね。夏場その会津にから、その青森練習の会津にから自分の家まで、自転車に乗りながらこうやって真夜中の3時ぐらいに、ここが四国三郎橋でーすやりながら配信したり。しゃあ、わ、てか、あー、すごい、まだなんかついてるぐらいの、なんですかね、スーっていう。あ、それに、なんですか、今リンスですか、これはトリートメント、トリートメントで、トリートメント2ね、ふくすけみたいな。S が Z の方になってますよ。いや、それつけたら余計にシャイシャー感がすごい今、際立って。ああ。すごい。ツボを押します。おお。これ何のツボですか、今は。これですか？はい。経絡飛行やね。いや、ダメ。お前はすでに死人。これまだ視聴者も何も言ってない。いや、いいですね。普通に気持ちいいわ、これは。僕個人的に好きなのはこの体勢なんですよ。これなんか、なんか昔は違和感あったんですけども、ある日を境になんかこの後頭部あたりをこうやってされてるのはなんか気持ちいいなっていう。ああ、自分がするんじゃなくて仕込みされてるの。こうマッサマッサこうされたりとか。そうなの、散髪で持ち上げられたりとか。散髪の時にこうやって持ち上げられてここをやられるっていう。おお。じゃあちょっとずっと片目見えてますけど。見えてますな。はい。あ、気持ちいい。ああ、すごい。あ、首の後ろ。ああ、これ、あ、これいい。首の後ろにあったかいタオルが。あ、いい感じのあったかさ、これは。ああ。この配信今見た人どんな思ってんのね、今入ってきた人。おやすみなさい、ほんとに。何寝てんの。はい。
や鼻血出そうですよ本当に気持ちよすぎて。あ、すごい。おお。すごいね、首元がポカポカと。やっぱあの首元ってあの脈がねやっぱ多いんで、そこが暖かくなるとやっぱり全身が気持ちいい感じになりますね。それ分かりますね。はい、はい、はい、起こしますね。いやお待たせ意外とめっちゃ見てくれてますね。ほんで何人いてます？21人見てますね。結構いただきますね。はい、今散髪しながら配信中です。視聴率ええじゃないですか。いいですね。やっぱりそういう外、いやでもカルテットがええんかよいろんな方がね、手伝っていただいてますので。あ、じゃあちょっと僕やりますか。ごめんなさい、お願いします。あ、今ね、今日は、髪の毛を散髪しながら配信しております。でね、ちょっと今日は初めてですけども髪染めもね、させていただいたんで、よいしょ。これどちらいかさんも見てくれてますね。これ多分僕のフォロワーさんですね。お、はい、も見ていただいたりしておりますね。お、今日はカウントダウンが始まりますよ。何ですか、カウントダウン？はい。何？ひまたぎの。あ、お前ですか。もうそんな時間になりましたか。はい、では皆さんご一緒に、10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、ハッピー16日ハッピー16日ねえ、キリないですよ。365日カウントダウンまたぎは。けどこれある意味365日お酒を飲めるということですよ。そういうの。とりあえず日が変わるんですよ。いつもこの配信日変わってますんで、やりながら。今日は僕は 8G に色染めましたんでね。あ、これ今なんですか。いや、かっこええな。逆に思ったらこれ、名物になりますよ。そういう人ってこれ何ですか、このレモンの香りというか。これはね、はい、トニックです。ヘアトニック。あ、ヘアトニック。はい、おお、10年もんの。ワイン的なもん、賞味期限大丈夫ですか。それはいけますワインなら10年もの分かりますけども。ああ、いいですね。いや、気持ちいいわ、これは。すごいでしょこんな配信他の県では見られないでしょ、皆さん。もう毎週木曜日はやりたい放題、喋りたい放題やってますんでね。はい、楽しんでくださいね、こういう配信も。あ、今ね、ちょうど肩をめっちゃ凝ってるんですよ。ちょうどこれが、もう、あ、来週ね、一応あの、T シャツプレゼントしますんでね。はい。裏が変わりました。あ、裏が変わった。何ですかね。じゃーん。お、すごい。あら、まあ、くよ。奥さんも、奥さんも、書かれた。いや、うまいですね。うまいです。自分で言う？いや、かわいらしい。いや、いろんな人にね、いろんな、これちょっと後ほどあの喋っておりますんで、ちょっと置いてくださいね。ますね。はい。だからね、結構色絵描いてるなって奥様のね、多いですよ。最近いつも僕が見て、はい、私やって、奥様が描いてみて、はい、すごいな。おお。いや、すごいんです。自慢の奥さんですね。散髪以外はうまいんです。いえいえ。実刑なって、そこで奥様言われてますよ。返事がないですよ、奥様。返事ってなった当選がね。今ちゃんと髪剃りもね、ちゃんと産毛を
やばっ。なんか。おお。いい感じ。いい感じですね。こう、ここの前髪の長さを。これはなんかこんなんしてましたけどね。これ、そんな付き方ですか。はい。ほんまですか。いや、学校ではしてましたね。そういう、その、習うんですね。一応、吹き方で。おぉ。もう何年も前ですけどね。ちょっと、前、はい、そうでしょ？ほんまですね。はい。前髪のこの部分を、ちょっとどうしようかなと。はい、あの、見てます？見てます？短めに。はい。こういうのかな、もう置いとったんで、ね、ちょっとこれも並んでるんですよ、はい、多分長さ的には多分これがいい感じだと思うんですけども、たまにそうやって邪魔というか目に入ったりとか、目に入れていきましょう。いや痛い痛い痛い、さらにさえ高まってきたのに。その長さをちょっとね並んでるんですよ、はい、ちょっと足目なんですけど、まあ、この辺がちょっと短めで、もう一回もっとあったぐらいの長さにして見ようか、はい、でも、そうですね、長さも、やっぱりどうしようか、こっちも横、ね、まあ足目なんでこの辺も長く、そうなんですよね、あやったらどうしようかなと、もうこっちと同じぐらいでも、マジ？ほんまに、まあ、いつもやったらここ、いつも2ブロックぐらい刈り上げてたんですけども、あ、そうなんですか？両方ともそうだったんですよ。ほうほう。で、そのともいかんの、ほう、なんで、で、この形もようやったんですよ。だから、今悩んでるんですよ。この形もよく僕やるし、はい。でも、あれやったらもうこっちも、もうちょい行きます？あれやったらもうこっちぐらいの、右側と同じぐらいについてもらっても、軽くしてもらって、うん、で、よく、さらに、ソルトモイタンっていうのが、わかる、強調できるぐらいの、ほうほう、でも大丈夫です。ちょっと、そうですね。いや、今回はそっちで行こうかなと。相当モヒカンがちょっと際立つ。申し訳ないです。今やってみて、最後にやっぱりそっちで。どうも皆さん、こんばんはでーすと。でもこれも、なんか北の子の虫だみたいなね。あ、そうか。あ、刺されんの。あ、サザレンの翔吾さんね。おお。多分。どうも、キャンパスボーイの清水です。はい。どこのそれで。いや知ってるよ。知り合いで来てますから。じゃあ、私はノンキレンでございますので、皆さんよろしくお願いします。清水君。はい。ね、知り合いからね、ちょっとメールが入ってて。はい。どこさんがシャワー熱いのと冷たいのって言ったでしょ。はい。あの下りで。はい。熱いのでリアクション見てみたい。メールが入ってました、僕の方に。やけどするわ。いきなり熱くなったらどうなるだろうかってパターンでしょうか。いや、とりあえず普通に家でおるときに、調節があまり家のシャワー効かないんで、熱っていうのをやるんだ、僕。もうそれぐらいになると。あれ、古くなったシャワーってなんであんなに温度パタパタ変わるんでしょうね。そうなんですよね。うちもありましたもん、一回。もう、めちゃくちゃ、今日もだから、お風呂入った時に、まあ言うたら、温度設定はないんで、お湯と水で調節するんですけども、まあ言うたら、水から先に止めたら、水から先に止めて、次お湯を消す時に、ちょっと時間かかってしまって、まあお湯が熱いのにバッてことで、あっ！誰も見てないところで、よくそのリアクションはやってますね。僕があったのが真冬ですね、シャワー浴びてて、はい、結構いい温度しとったんですね、厚めが好きなんで、はい、で厚めにしてて、ボイラーの灯油が切れたんですよ、はい、ただお湯沸かないじゃないですか、はい、だんだん冷たくなってきて、
はい、あ、ぬるくなってきたから、まだ温度が下がったら、ボイラーってまだ電源が入ってお湯炊くんですけど、はい、で、ちょっとシャワーから離れてたんですよ。はい、ほんで次に同じ勢いでシャワーに戻ったら真水になってて、お死にそうになりました。びっくりしました。真水も真水で、相当でしたね。真冬の真水ほどね。もうその一人暮らし、まあ、去年の10月初めてナンバーで、はいはい、で初めてだったんで、その向こう の, その不動産屋さんからはこのレバーをひねるとお湯に変わりますのでっていうので、その温度調節できますのでって言われたんで、うん、それやったんですけども、ええ、いくらひねっても水しか出ないんですよ。でそれが、まあ、言うたら10月の話なんですよ。10月の、はい、去年ちょうどね、その10月の急に寒くなった時期で雨がずっと続いてて、はいはい、ありました。で、だからもう、なんで言われへんと。で、わからんままそれを3日間ずっと、もう浄水化のようにずっと何で、ふぅぅぅって思いながら。で、あとあと、ちょっと僕も、まあちょっと、まあ、育ちが悪いので消えて、ちょっとなんでやねんと、不動産屋さんに言いに行ったら、すいませんが、関西電力に電話しましたかと、いうね。はい。はい。せなあかんのかいという、このガス屋さんに電話しなかったということで。あ、ガスは通じてなかったと。はい。ならばそれ先上やっていう。ちょっとこっちもなんか一瞬、それ言うたら途端に、あ、ちょっと僕の負けかなと思ったんだけども、いや、負けじと、いや、ならば先に上やって。レバーこれひねる前に先言うときやっていう。あ、そういうのもありましたけども、あのね、たまにありますからね。はい。レバーがね、食べれなくなるもんね。いえ、今日ニュースやってましたけども、レバーのね、いろんなところが発生しますね。発生。あ、止まりましたね。はい。レバー食べたいですね。切りますこっち。どうしましょうか。どっちがいいと思います。もうね、まあワックスをつけてみると、はい、結構すごいなるようにはしたんですけどね。うん。薄くだけつけた。そうです、か軽くぐらいにしますか。結構軽いでしょこれ。僕ね、よくね、これを、僕ね、いつもこれで最後めっちゃ短くなるんです。ちょっと言ってしまって、でも、もう、でもこれぐらいがいいですよっていう感じで終わらせてもらった方が、僕いつもだんだん言ってしまうんで。バイナル出しとって。あ、相当相当なもんそれ。もうハサミいらないよ。手動の中にいたん。手動フルな入りながら。こっちの、こっちじゃないか。昔のね。難しいんですよ。いや、でも難しいでしょ、あれ。あ、電動はいかに楽かっていう。手動、でも持ってるんですか、手動も。いや、持ってないですね。あ、よかった。持ってないですね、あれは。あ、もうあまり販売もされてないから。はい。おお。昔はでもね、スポーツ狩りの時はバリカンでしたね。最初の徳屋さんでやってた時は、ね、僕いつも子供の頃なんですけども寝てしまうんで、それはね、まあ、そこも夫婦でされてて、はい、まあ旦那さんが散髪やってて、で僕は寝てしまうんで、でもカクンカクンになるんで、奥さんが支える係としてこうやって、ああ、いますいますいます、はい、ずーっとそれを、もう僕が小学校6年になっても、幼稚園から小学校6年になってもずーっと恥ずかしながら、僕が来たら抑える係として。でも、あれも、やられたりしてるんですか？奥さんやられたりするんですか？やってます。おー、やっぱり、それ、でもやっぱり子供が多いですか？いや、大人でも。大人でも、大人でもあります？うん、大人でもあります。いやもう僕大人になってからこれはやらんとこう思って気をつけてはいるんですけども、
なんか恥ずかしいな、俺見てるときはないけど、結構こうね、頭こうマッサージしてもらってるとか、ヒゲ剃ってもらってるあたりはガクンガクンしてますね。あーあ、あれは怖いですね、ヒゲ剃ったりするときは。あの、目を剃るときはビクンってなるやつね。ああ、あれが怖いですよ、やっぱり。え、僕なってます？いや、なってない。僕なってなかったもん。あの、ビクンっていうのは怖いですね。僕はどうしても肌が弱いんで、感情で負けちゃうんですよね、見られてたら。だからこう、ね、顔をこうパッと拭いて、その時にタオルが真っ赤になった時、カメラの人が自分でこうひげ剃って、顔をこう洗って、パッと押さえて、パッと見たら、タオル真っ赤っていうのが。何に調子を言ってなくても。始まりますね。やりすぎたらやりすぎたらね。肌痛みたいな。大丈夫かもね、それ。今のはですかね、25分の知るだけちゃいますか、それか誰かと思うか、もう全くあんまりわからないですね。つながさせられたね。大丈夫、大丈夫です。もう、普通な感じですよ。いつも通りのコンビ感って感じで。逆に、珍しいですよ、一緒に住んでるってのが。ほんまね。はい。ずっと一緒におるっていうのも。実家ちゃうのね。そうなんですよ、実家じゃないんですよ、彼は。実家ももう、すぐそこなんですけどね。知ってますよ。あ、わかります？はい。はい。そうなんですけども、やっぱり、親とおるのはっていうのがあるんでしょうね。どれぐらいどんな格好があったりとかしてるでしょうか。スダチくんかわいいね。ああ、スダチくんとかなってますね。某コンビニエンスストアの、はい、あの唐揚げのあれすだち味って言うんだろうね。そうなんですか。はいはい、すだち味名前出せるんだね。青い牛乳瓶のとこって。ああ、とりあえずでもまあ出せますよ。大丈夫ですか。はい、ローソンでですね。あ、でもなんかそのニュースかなんかニュースかなんかローソン、いや、滑舌いや、東郷さんとかもパッと食べてるらしいですよ。あ、そうなんですか。それを買うとこれなんですか、もらえるんですか。ローソンのこう、あのスダッシュのクリアファイル全国ですか。これ全国で配ってるらしいですよ。東郷さん持ってるんですか、これ。東郷さん持ってます。なんか持ってたような感じの水筒前、はい、ちょっと上げられるみたいな気がするんですよね。なんか僕帰り寄ります。じゃあちょっと食べてみないですね、それは。食べます。食べましょうか。これ行きましょうか。2つ買ったら、はい、じゃあ、4つ買ったら、はい、2つ。なるほど。顔が。8つ買ったら。いや、わかる。大体わかるでしょ、その。2か、2の1ですよ。いえ、8です。割る2、割る2。いろいろと。あ、奥様の絵がうまいな、うらやましいと書いてますね。みんな、いろいろとキャンバスボーイの絵を描いていただいてるんですけども、みんなが称賛しちゃってるんでね。あ、僕は、絵がいいなと。僕は、彼です、リコピンさんに描いた。あ、絵もね。僕を気に入って、ね、iPhone の待ち受けさせてもらいました。すごいですね。長谷川も、セカンドストーリーの長谷川も今、リコピンさんが待ち受けられてますね。リコピンさん、ありがとうございます。大事に使わさせていただきますので。おー。福助さんがノンスタイルに、井上さんみたいな髪型にすればいいのに。ごめんなさい、待ってしまいました。いや、まあ、でも確かにね、足目で刈り上げてたら。あ、ちょっと別、あれね、全然ついてないもんね。あ、そうですね。ファイルは徳島限定って書いてあるよね。あ、そうなんですか。徳島限定らしいです、あのファイル。
あ、じゃあ、僕らでちょっとファイルをせしめて、ね、せしめる。これ、大衆のサイコロダイスに。それをプレゼント、それも次に。それはそれでまた、やりましょうか。キャンパルマークね。ああ、もうこらえる。まあ、お遍路ではスポンサーさんですから、ファミリーマークがね。いろいろと、劇的に変えればよかったのに、髪型。まずちょっと思うんですけど、やりすぎてもね、あれなんで、まあこんな感じです。ああ、いいんでね。これが次の、まだ四国のライブではこの髪型で登場しますんでね。直したんじゃん、次ね。いえな。僕そんな技術ないです、全く。スタイリストはおらんのですか？いないです、いないです。もう全部僕ら自分でやるんで。行きましょうか。ほんまですか？ちょっとその場合、ちょっと無料でお願いしたいんですけど、僕ら、スタイリストは雇えないですね。でも本当に、スタイリストもいなければ、本当にスタイリストも、ん？よう分からなくなりますね。服の、まあ、スタイリストさんもいなければ、ね、髪の毛もいないんで、ヘアメイクさんもいないし、はい、スタイリストさんもおらないし、だから自分でやるしかないんで、ピアニスト。ピアニストいない。おっても邪魔だけ、戦場で弾いて、舞台上で弾いてくれたりですね。サイコメットラーもいないですか？いや、いないいないいない。急に死ぬかとか。どうですか、いいですね。こんな感じで。いえいえ、なんかサンプル食品みたいな。スパゲッティのサンプルみたいな。中力フォークみたいな。中力フォーク。だいぶ着きましたね。この間は本当に量が多かったんでね。ああ、すごい。軽い。あ、出た。これは。とにかく。全然ちゃんと動きましたね。チューもこっちの笑って息吸ってしまうんで胃がつきましたいやすごい状態になりますね胃がつくということで、どうですか？こんな感じで、どうでしょうか？完成しました！よいしょ、拍手！あはー、いやー、いいですね。配信中に散髪をしてしまうという、こう一石二鳥といいますか、そしてね、てかさっきのあれが。まあ、こちらね、もう草が噛みまくりになってますけども、北谷荘床屋クラブさんの宣伝にもなる一石三鳥、さらにはなってますね。なりますか、これ。なってるでしょう、これは。もしよかったら、とりあえず県外の方多いんですけども、でもこういう方がいてるっていうのは、皆さん知っていただいたりできますので、よかったら。徳島行ったらね。ぜひとも下徳さんの会いに来ていただくスペシャルトークにお付き合いいただく。では、大踊りも見に来ていただいてもね、葉月霊の方にも。ね、水木寺さんね。いえいえ、まあ、見に来る方は、見に来る方はもう水木寺さんではない。でも夏は暑いんでね、本番の日は水木に来てくださいね。目の保養になりますんでね。中には似てるんでしょうね、そうやって水着で、青鳥のシーズンで、似てる方は。ないっしょ。水着でこの人は。いてほしいなと思ったんですけども。こういう。おお、あら、まあ、かっこいい。はい。いや、いいですね。はい。ありがとうございます。
いや、斜め。いや、今も見てもらって。あ、そうですね。これが、おお。いいですか。これは 8G、いい感じに積もってますね。皆さんも、ちょっと、これと一緒に、よいしょ。どうでしょうか。髪の毛も。いい感じに染まってますよ。白髪がないですよ。ほわー。はい、後頭部、これ、はい。ね。あー、すいません。指が。こんな感じで。いい感じですよね。エリアスのところもね。エリアスのところもかなりいいですよ。ね、エリアスのとこもね、かなりいいですもんね。いや、全然映してね、かなりいいですよ。全然映してへん。あ、こんな感じ、こんな感じです、これ。ああ、ええ感じで。おお、セクシー。うなじを、みんなで見てくれました。はい。ちょっと待ってくださいね。あ、まだちょっと、あれですかね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、と。あ、でももう大丈夫や、もう言います。言いますかね。もう、はい。はい。お水でございます。あ、すいません。お水。あ、最後、マッサージを。あ、ありがとうございます。そこでね、お湯味噌ホテルで悩んだんですけど飲みたい。ああ実はね、お湯もあるんですよ。へえー、お湯もいろいろと豊富に。だからそのお湯をコップについて渡そうかなともちょっと考えたんですけど、あっつってないだからそこのそのね、そういうやって配信の前で喜んでる方多分人もないんでね。そうなんですよ。これ全国区やったら、あこういうマッサージの、あすごい、あいいですね。というわけで、はい、長らくお待たせいたしました。いいえ、すいません、お茶のことありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、どうですか皆さん、こんな感じで完成いたしました。あ、ほんまにいい感じで染まってますね、これも。おー、どうですか、多分ね、まだ、やった方々でーす。いや、うちこんで、あ、いやいや、君関係ない。ということで、こんな感じでね、うまいこと、散髪も終わりましてと。でもこれ、まだ皆さん、アーカイブ見てくださいよ、終わってから。でも最初と、まだ雰囲気ちょっと変わってますんでね。最初、もうちょい長めで、ボサボサとした感じだったんですけども、さっぱりと軽くなりましたね。僕自身もほんまに、すごい軽いこれ。ね、できましたので、あ、画像がぼやけてると。なるほど。ちょっとね、近づいたらぼやけたりするんでね、ちょっと離れてやりましょうかね。はーい。まあ、これ見てこれ。あとこれ見て。あ、昨日だ。デジタルフォトフレームでね、あの、すごい、すごいね、こういう写真まで。載ってますよ、ほら。料金表もね、皆さんまた、ホームページもね、確かありますので、そういうところでいろいろと調べていただいたら、載ってます。はい。どうですかね、この後出てくるかな、もう一回さっきのが。さあ、来い。出てくるかな。だからね、近づくと配信がぼやけたりするとかあるんですよ。あ、これ先ほどのカンタね、素敵なパパは白髪ぼかし。そうですね。確かに素敵ですね。白髪ぼかしたら。はい。鈴木君やばいです。何ですか？ソーシャルの向こうでは、あの、無理やり金髪にしようと怖かった。なんでやお前、金髪染め。すごい種類の髪型がどうなりますけども。あ、出た出た合成写真ですか、これ完全に。はーい。まあこんな感じでやってまいりました。キャンパス上の徳島でキャンパらないと皆さんいかがだったでしょうか。ね、こんな感じでバーカウンターでね、こうやってくつろぐこともできますし、で、こちら来ていただくと、まだキャンパスボーイのね、サインもあちらに、こちらに飾ってますのでね。はーい。いろいろと見れますんでね。来てくださいね。ということで、本当に、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい元気。高校球児みたいな感じになりましたけども。はい、ということで、とりあえず、今日は、こんな感じで、
配信の方していきました皆さん。すごい長い時間やってるね。145分やってますね。はい、ありがとうございますと。まだね、明日も朝帰りの飲みさん、ありがとうございます。お届け物です。いや、さっき聞いたよ。あ、すごい、湿布とかいろいろ、はい、カイロ、カイロ大量に、はい、あ、湿布じゃカイロね、はい、計60枚です。すごい、ありがとうね。2つ聞きます、とりあえず。ほんまですね、1日1個使ったら、うん、あ、ちょっと使わせていただきます。これも晴れないようと晴れるようです。なるほど、晴れないようっていうのもあるんですけども。あー、ちょっとね、奥さん、もう一回一応顔出してきますか。なんで。シンデレラ、シンデレラということで、はい、じゃあこれ3秒ぐらいで書いたんで。じゃあまあこんな感じでやってきました、キャンパスボーイの徳島でキャンプラネット。じゃあ最後に、じゃあまた明日も夜22時から皆さん生配信しますので、ぜひ見てくださいねということで、あ、ちょっと逆光になってますかね。最後こっち置いて、みんなでちょっと最後まだね、手伝っていただきたいなと思うんですけども、でも終わりが、僕は徳島でって言うんで、徳島でせーのって言うんで、キャンパラナイトで終わりましょう。はい、ちょっと皆さん手伝っていただきたい。はい、じゃあ横行きですね。聞いたらみんな真ん中ですよ。もうあれだ。ほんで夫婦のノリようできとるね。ここの夫婦ようできてるわ。番号1、2、3。あ、一番本格的な3。じゃあやりましょうか。じゃあ以上ね、もう携帯電話の電波みたいになってますけども、はい、こんな感じでお届けしました。あ、たまに聞けました。いきますよ。はい、それでは、また明日も見てください。それではいきますよ。明日もせーの、キャンパラネット。また明日。